久しぶりだな。さて、あの子は元気だろうか。10年ぶりに本社へ戻った会社員の俺。待ち受けていたのは、昔可愛がっていた頑張り屋の女性社員ではなく、親子ほども年の離れた若手男性社員。彼は初対面だというのに、いきなり出身大学を聞いてきた。しかも、俺が高卒なのがそんなにおかしかったのだろうか。英語で話しかけてきて、わかりますか?とバカにする。しかも、周りの若手たちも、笑っているではないか。しょうがないな。一発、君たちのその鼻っ柱、へし折ってやりますか。俺は松田翔一。今年で50歳になった会社員だ。この度、上司の打診により、10年ぶりに支社から本社に戻ってきた。久しぶりだな。懐かしさのあまり、俺はつぶやいていた。あの子はバリバリ頑張ってると聞いた。さて、久しぶりにあの子の顔が見れる。俺はそう思いながら海外事業部のドアを開けた。あの子というのは小野優香。優香は28歳という若さで課長に昇進した。会社も一目置く優秀な社員だ。まだまだ女性の管理職が少なかった時代に会社の大抜擢による昇進だった。優香の頑張りはもちろん、顧客のニーズに合わせた提案、かといって会社の利益もしっかりと考えた商談には、当時俺も目を見張るものがあった。ただ、女性の管理職進出をよろしくないと思う上司もいて、その狭間の中で優香は奮闘していたようだった。小野さん、頑張りすぎずに、時には俺でもいいし、頼ってくれても構わないんだよ。そう言うと優香は、ありがとうございます、松田次長。ですが、今が頑張り時かと思うんです。どうしても抱えきれなくなったら、ご相談させていただきますね。優香は朝から晩まで駆け回っていた。28にもなって結婚もしないで、管理職だと?会社と結婚したのかね?部長の中山幸男は古いタイプの人間で、女性は結婚して家を守り、男は外で働いて家族を養うという考え方をしていた。自分の考えている女性への理想とは逸脱している優香に、不適切な言葉を投げかけては、俺にたしなめられるという構図が出来上がっていた。中山部長、これからは女性もどんどん活躍していく時代ですよ。高卒の君に何がわかる?会社だって学力社会だ。所詮君も次長止まりなんだよ。さらには中山部長は、俺の高卒をバカにして、何かと大卒を自慢したがる。優香に対しても、女性でありながら、自分の大学のレベルより上の大学を卒業しているのも、鼻についたらしい。中山部長は、自分の仕事さえ優香に振っては、その手柄を横取りして、上司に報告をしていた。中山部長、それは、小野課長の。黙れ。お前は黙って俺の言う通りにしていればいいんだ。中山部長は俺の直属の上司ということもあり、俺は強く言えずにいた。松田次長、それ以上言っては次長の立場が悪くなります。私は大丈夫ですから。こんな時でさえ俺への配慮も忘れない。そんな優香に俺は申し訳ない気持ちと部長に対する腹立ちが増していた。その後も中山部長には苦言を呈してきたが、優香への風当たりは強くなる一方だった。ある日、事件が起きた。部長が自分のミスを優香になすりつけたのだ。もちろん、その案件は部長が担当していたのを俺も知っていた。部長、それは部長の担当している案件じゃないですか。小野課長のミスではないじゃないですか。強く言う俺に中山部長は、飛ばされてもいいのか?不敵な笑みを浮かべていった。その傍らで、クライアントに謝罪の電話をしている優香がいた。クライアントは、優香の仕事ぶりや誠実さを常日頃から見ていたため、謝罪を受け入れてくれた。ほっとした優香の目から、一滴の涙がこぼれた。これだから女は、
これ見よがしにため息をつく中山部長。優香は中山部長をきっと睨んだ。その後俺は子会社への出向が決まった。俺のことが煩わしくなったのだろう。中山部長の策略だった。私が出向ならまだしも松田次長がなんて。自分のせいで子会社に行くことになってしまったと思った優香は、中山部長から暴言や嫌がらせを受けていた同僚たちと一緒に上層部の部屋のドアを叩いた。失礼します、海外事業部の小野優香と申します。実は上層部の方々に海外事業部一同の総意を聞いていただきたくて参りました。そこで優香は今までの中山部長の所業を告発した。私たちは中山部長の下ではこれ以上働くことができません。もしそれでも働きなさいと言うなら、ここを辞める覚悟はできてます。優香以外にも若手の有望株がいて、上層部はこのままでは人材を失ってしまうと考え、優香一同の訴えを認めたと同時に、クライアントの信用もなくしてしまうとも考えたのだという。どちらとも会社の損失は大きい。中山部長にはこの件をきっかけに内部査察が入り、クビになった。その後俺は上層部にいた海外事業部時代の先輩原光彦から本社に戻ってくるように打診を受けた。しかし子会社は俺の妻の地元で、妻と子供のことを考えるともう少しここに留まろうと思った。それだけでなく、子会社の抱える問題が多すぎて、その処理に追われていた。どうせならこの子会社の業績を軌道に乗せたい。途中で投げ出したくはなかった。俺は結局本社に戻ろうとはしなかった。風の便りで優香たち海外事業部の面々が中山部長のことを告発し、それが引き金となってクビになったと聞いた。優香たちはより一層団結力を深めただろう。優香がいれば海外事業部はこれからもやっていける。若手社員も育っていくだろうから心配ないな。優香に海外事業部は任せよう、そう思った。それから10年の時が経ち、子供たちも社会人になった。子会社の業績も回復し、どうにか軌道に乗ってきた。さすがにこれ以上は本社からの要請も無視できないな。そう思って本社に戻ることにした。本社に戻り海外事業部に行くと、社員たちは忙しく仕事をしていた。小野さんは？周りを見渡すがいない。仕方ないか。俺は本社に戻るよう何度も声をかけてくれた原常務のもとに向かった。常務、失礼します、松田です。やあ松田君、ようやく帰ってきてくれたんだね。常務は俺の帰りを待ち望んでいたようで、満面の笑みで俺を迎えてくれた。早速で悪いんだが、この後海外事業部と私たち役員との懇親会がある。その懇親会に君もぜひ出席してほしい。帰ってきたばかりなので俺は遠慮しますよ。まあまあ、そう言わずに。君のことも海外事業部の社員に紹介したいしな。あれから10年も経ってるし、海外事業部の顔ぶれも変わったかもしれないな。ふと思ったが、正直上層部の人たちの懇親会なんて肩が凝る。だが原常務には海外事業部時代にお世話になっていたので、無下に断れなかった。俺はしぶしぶ承諾した。それにしても久しぶりだな。原常務はそう言いながら子会社の様子などを聞いてきた。俺は原常務と懇親会が始まるまでこの10年間の話に花を咲かせた。そして時間が迫ってきたので、原常務と懇親会の会場に向かった。会場に入ると、怪訝そうに俺を見て困惑している海外事業部の面々。誰？あの人知ってる？挨拶が遅れて申し訳ありません。この度子会社より本社に異動になり、海外事業部に配属になりました松田翔一です。10年ぶりの海外事業部で戸惑うことも多いですが、これからよろしくお願いします。なんで子会社から海外事業部に？不思議そうな顔をしていた。するとそこに若い男性社員が出てきて、入社3年目の竹内海斗です。
これからよろしくお願いします。ところで、松田さんの役職は何ですか？まだそれは決まってないから、これからです。そうですか。ところで松田さん、出身大学はどこですか？ちなみに俺は、あの A 外語大卒です。どこか得意げに話す竹内に、何をいきなり聞いてるんだ。失礼なやつだな。しかし、別に何も隠すこともないしな。俺は大学には行ってないんだ。え？もしかしたら高卒ですか？ああ、そうだよ。すると竹内は鼻で笑って、高卒で海外事業部なんて大変じゃないですか。どうしてここに異動になったんですかね。またもや失礼なことを口にした。英語もどうせ話せないんだろうな。そんなんで大丈夫なんですかね。わからない人がいると思うと気を使いますね。そう言って笑った。そして竹内は俺に向かって基礎的な英語で話し出した。周りの面々もそれを聞いて、どうせわからないよ、小声で言いながら笑っている。竹内は俺に日本語で、俺の英語わかりますか？簡単なレベルで質問したつもりだったんですがね。そう言って勝ち誇ったように笑った。単に自慢がしたいんだな。そんな自慢が何になる。まるで中山部長のようだな。おいおい、このままだと中山部長の二の舞になるぞ。相手するのもバカバカしいが、その鼻っ柱へし折ってやろうか。俺がいない間にこういう若者が海外事業部に採用になったのか。そう思いため息をついた。そして俺は俺なりの流暢な英語で竹内の質問に答えた。その英語に唖然とする面々。その時後ろから、相変わらずネイティブですね。私にも聞き取れる自信がないですよ。俺が振り向くと、そこには懐かしい顔があった。お久しぶりです松田さん。その節はお世話になりました。お元気そうで何よりです。君は随分落ち着いたね。今ではバリバリ後輩を指導しているのかな。やめてくださいよ、人をつぼね様扱いするのは。いや、そんな意味ではなかったんだが。そう言って優香と俺は笑い合った。何？部長と知り合いなの？海外事業部の面々はひそひそ話していた。優香は今では海外事業部の部長のポストについている。会社が始まって以来の海外事業部の女性部長となった優香はバリバリと率先して働き、部下の指導も怠らない。松田さん、これからもよろしくお願いしますね。そう言うと竹内の方を向いて、竹内くん、あなたはもう3年目になるのに学生気分が抜けないのかしら。社会に出て大学の肩書きがどこまでも続くわけないのよ。要は実績でどれだけクライアントを納得させるか。今の竹内くんではそれはまだまだね。まあまあ、小野部長、そのくらいにしておいたら。松田さん、私の部下が失礼しました。優香は深々と頭を下げた。ほら、竹内くんも。そう言って竹内にも頭を下げさせようと促したので、気にしてないよ、そう答えた。続けて優香は言った。松田さんはね、10年前単身渡米してアメリカの子会社を再建した方なの。松田さんには海外事業部顧問として私たち海外事業部をご視聴していただきます。え？その時自分の役職を知った俺は心底驚いた。鳩が豆鉄砲を食らったっていうような顔をしてますよ。優香は笑った。松田さん、至らない部下もおりますが、ご指導よろしくお願いします。実は俺が出向していたのはアメリカの現地法人だ。問題と言ってたのは、日系企業としてなかなか受け入れられず業績不振に陥っていたことだった。それをどうにか軌道修正して黒字になるようにした。俺の妻キャサリンはもともと日本で本社近くの英会話教室の講師として働いていた。俺が妻の元に通うことになったのは英語のスキルを磨くためだった。
俺は高卒だが、若い頃には英検一級の資格を取っている。英語に興味を持ち始めたのは俺が10歳の時だ。当時流行っていたダンスシンガーのかっこよさに惹かれた。だが俺はダンスは愚か、歌もうまくない。ならせめてそのダンスシンガーが何を英語で歌っているか知りたい。当時ネットなどあまり普及もしていないし、調べる術もわからない。図書館に行ったり古本屋を探したりして英和辞典を手に入れて、俺はひたすらその歌詞を調べた。親に買ってもらおうにも、俺の兄弟は5人いて学校に通わせるのがやっとの状態だった。だから少しずつお年玉やらを貯めて古本屋に行った。中学に入ると英語の授業が楽しくて仕方なかった。俺は英語の成績がどの教科よりもよく、先生から松田君、君英検受けてみないかと言われた。何かの役には立つはずだ。俺は中学で3級まで取得した。高校になり相変わらずダンスシンガー好きは続き、それに伴い英語の世界にのめり込む。だができることといったらたかが知れていた。俺は高校で英検2級を受けることにした。試験代はかかったが、バイトをして貯めた。なんとか一発で受かり、その後1級に挑戦した。1級はさすがに難しかったが、なんとか2度目で合格した。俺は英検1級を取得しているものの、日常生活程度しか話すことができなかった。実践する場所が当時はあまりにも少なかったのである。大学に行きたい気持ちがあったが、俺の下には3歳違いの双子の兄弟がいた。今でいう高校無償化のない時代、両親の負担も考え、俺は就職を決めた。その頃日本企業が海外進出を始めたばかりで、俺の会社にも海外事業部ができたばかりだった。松田君、君は英検1級を持っていたね。はい。海外事業部に抜擢されたのはそんな理由からだ。だが日常程度の英語力で仕事となると、もっとスキルが必要になってくる。中山部長には断るごとに高卒をバカにされる。もっともっと英語のスキルを身につけたい。そんな時俺はキャサリンのいる英語教室を見つけ通うことになった。当時そこまで通う人は多くはなくて、俺はキャサリンにほぼマンツーマンで教わることになった。松田さん、はじめまして、私はキャサリンです。はじめまして、キャサリン先生。キャサリンでいいですよ。松田さんは英検1級持っているんですね。持ってますけど、そこまで話せませんよ。だからここに。 OK、 大丈夫、すぐ話せるようになりますよ。キャサリンは笑顔で言った。続いて、英語に興味を持ったのは？と聞かれた。俺、当時流行っていたダンスシンガーが好きで。おお、言い終わるや否や、キャサリンが言った。私も好きですよ。兄弟でやってた時からね。歌もダンスも本当にすごい。キャサリンは興奮気味に言った。そう、俺がそのダンスシンガーにハマっていったのは、兄弟5人でやっていたグループにいたのを知ったからでもある。見たことあるの？はい、グループの時なんですが、とても感動するステージでした。それからだ。俺とキャサリンの距離がだんだん縮まっていった。教室以外でも会って食事に行ったり、遊園地に出かけたり、とにかく2人でいたかった。キャサリンは俺の2歳上。青い目にブロンド。アメリカに住んでいたが、両親の仕事で日本に来たんだと言っていた。キャサリン、日本語がうまいよね。私のお父さん、日本人で仕事でアメリカに来た時、お母さんと知り合って結婚したの。だからどっちの言葉も聞いているからね。私の名前はキャサリンとしか伝えてなかったけど、正式に言うと真由美、キャサリン、野田っていうのよ。え？俺はびっくりしてすっとんきょうな声を出した。それを聞いてキャサリンはくすっと笑った。でもね、英語の先生やってるからキャサリンでいいのかなって。確かにキャサリンだよね。キャサリンは明るい人で屈託なくよく笑う。俺はどんどんキャサリンに惹かれていった。
そして付き合い出して4年後、俺22歳、キャサリン24歳の時。 Will you marry me? 僕と結婚してくれますか？ Yes! そして俺たちは結婚した。アメリカの子会社に行くことになった時、キャサリンは大喜びでついてきてくれた。久しぶりに故郷に帰れるのがよほど嬉しかったんだろう。キャサリンの両親はその頃もう日本からアメリカに帰っていたからな。今回日本に帰ることになった時は少し言いづらかった。キャサリン、日本の本社に戻らないといけなくなったよ。今まで何度も要請を受けていたんだけどね。え？日本に帰れるの？本当に？もう子供たちも独立したし、私もまた日本で暮らしたいわ。しばらくアメリカには帰れなくなると思うが、それでもいいのか？もちろん。私、便利な日本の生活が懐かしいわ。ここは割と不便なのよね。それに、日本に戻れたら、もう一度英会話教室で英語を教えようと思うの。英語が話せない人が話せるようになっていくのを見ていて、とっても感動するのよね。あの感動をもう一度味わいたいわ。目をキラキラさせてキャサリンが言った。じゃあ一緒に日本に帰るか。そうね、帰りましょう。キャサリンは俺を一人で返してしまったらいけないと思っていた。子供ももう手から離れ、ここに自分の生活を持っている。これから夫婦の時間を大切にしよう。懇親会が始まり、原常務に壇上から名前を呼ばれた。常務、もういいですから。これ以上皆の注目を浴びたくなかった。この度本社に海外事業部顧問として復帰することとなった松田翔一さんです。ご存知の方もいるでしょうが、松田さんはアメリカの子会社に出向になり、その子会社を見事に立て直しました。皆さんも松田さんの知識と経験を生かしたノウハウを学んで、お互いにより良い部署に発展させていきましょう。海外事業部の面々にも拍手で迎えられた。そして俺が席に着こうとすると、松田さん、先ほどはとんだご無礼をお許しください。申し訳ございませんでした。竹内が唇を切り、海外事業部の面々も竹内と共に頭を下げた。もういいから頭を上げましょう。これから一緒に仕事をしていくわけですから、切り替えていきましょう。松田さん、ありがとうございます。もうこんなことのないように厳しくいきますので、覚悟しておいてください。俺のその言葉にほっとしたような顔になっていた竹内と海外事業部の面々、その横で優香がやれやれというような顔をして苦笑いをしていた。懇親会の間、優香は俺にずっと話しかけてきた。松田さん、ありがとうございます。これで竹内君も少しは目が覚めたでしょう。学歴より大切なのはやる気なのだと身をもって伝えてくださったから。私が何度話しても理解してくれませんでしたから。松田さんが顧問として海外事業部で目を光らせてくれていたら、このようなこともこれからないでしょうし、安心ですね。優香はニコリと笑った。上司として部下の今後を考えるその姿に、俺がいるから安心なのでなく、小野部長の下で働くから安心なんだぞ。そう言った。またまた、そんなこと言って何も出ませんよ。別にそんなつもりはないが。ははは、二人して顔を見合わせて笑った。優香はずっと後悔していたらしい。あの時自分をかばったせいで、子会社に行った俺に何も告げられなかったことを。部下としてかばってくれた俺に好意を持っていたことを。だが俺がすでに結婚していたため、その思いを封印しようとしていた。同じ部署で働いていたから気づかれないようにしていたらしい。この話は後にキャサリンから聞くこととなる。その後、俺の指導のもと海外事業部は顧客の開拓をしていった。俺は惜しみなく子会社再建のノウハウを教えた。竹内は学歴を鼻にかけたような態度を見せなくなり、俺から顧客獲得のノウハウを習得するべく日々勉強している。竹内が息子と重なり、何かと気にかけるようになった。
竹内は案外素直で、教えられたことを吸収するのも早かった。顧客をつかんだ竹内と何度か飲みに行くこともあった。最初は皮肉屋で生意気な竹内に嫌悪感のようなものすら抱いた俺だが、最近俺を慕い勉強する姿勢を見せる竹内が可愛いとまで思うようになった。子供たちはアメリカにいてなかなか会えないから日本の息子と言うべきか。優香は優香で先頭に立ち、部下に指示を飛ばしていく。そんな優香に部下たちもついていき、顧客をどんどん獲得していく。あの時ポロリと涙を流した優香の姿はそこにはなかった。今は自信と気迫に満ちている。優香は辞める覚悟であの時告発した。その強さがあるからこそ今の優香がある。俺は優香の成長が嬉しかった。よく頑張ったな、小野さん。海外事業部は皆の頑張りで去年の業績を上回るくらい売り上げが上がっている。著しい成長に上層部もほくそ笑む。この成長を維持できるように皆の気力をみなぎらせるほどの指導をしていきたいものだ。もちろん小野部長と共に。最近キャサリンが、優香さんを家に呼んでと何度も言ってくる。優香はもっと英語をうまく話せるようになりたいと、キャサリンの英会話教室に通うようになっていた。キャサリンは俺と知り合ったあの本社近くの英会話教室でまた働いている。本社の近くだからと優香はそこに通っていた。キャサリンは何度か優香と話すうち、優香の聡明さとその人柄に触れ、優香をとても気に入って二人で出かけるくらい仲が良くなっていった。キャサリンは優香に恋人がいないのが不思議だった。こんなに素敵なのに。翔一はよく惚れなかったものだとも思った。優香と話すうち、もしかしたらと思い、それが確信に変わることがあった。優香さん、もしかしたら翔一さんのこと好きだったの？キャサリンは単刀直入に聞いた。一人で戦おうとしてる時にかばってくれたりしたら、それはそうなりますよ。でも松田さんが愛妻家だと分かってましたし、部下としてだって分かってました。これ以上持っていてもなって気持ちに封印しようとしたんですが、子会社に行くことになってそばにいることさえできないと思ったら、思いを伝えておくんだったって後悔しましたよ。今も思っているの？キャサリンは聞いてみた。多分思いを伝えられなかった自分がまだ心にあるから過去にできてないんでしょうね。でも今は大切な上司です。私の素敵な友達の旦那さんです。優香さん。キャサリンはそう言って優香に抱きついた。優香が小声で言った。不思議、キャサリンさんに話したらあの日の思いが消化していく。優香さん、ありがとう。ごめんね。わかってますよ、キャサリンさんの大切な人ですもん。もう10年も経ちましたよ。私が一人なのは仕事に没頭しすぎたせいだと思います。だからチャンスさえわからなかったのかもしれません。あなたは素敵よ、私の大事な友達だもの。ありがとう。私が伝えてもいい？え？あの日の優香が動き出せるように。何も言わず優香は首を縦にコクンと振った。翔一さん、気づいてた？いや。そうね、あなたは私に夢中だったからね。皮肉っぽくキャサリンが言う。ちゃんと伝えたわよ。ああ、これで優香さんの時計が動き出すわ。複雑な面持ちでキャサリンは言った。潔いと言うべきか何なのかはわからないが、キャサリンと友達になれたことで優香の時計は動き始めたんだと思う。さあ、これから新しい出会いが待ってる。キャサリンはそう言いながらどこかすっきりした表情を見せていた。ねえ優香さん、今度英会話教室に男性講師が来ることになったの。私のいとこなんだけど。
キャサリンさんの？そうよ、かなりのイケメンよ。なのにマイケルはチャラチャラしてるとこもないし、日本で言うと硬派なのかな。折に触れマイケルのことを優香に話すキャサリン。優香はマイケルのことが気になり始めていた。キャサリンはマイケルにも優香のことを話していた。ああ、キャサリンの美人の生徒さんね。マイケルも美人って思うの？そりゃあね。そう、優香は近寄りがたいくらいの美人だ。優香自身は、私は美人じゃないですよ。いつも怖いって言われますし。と話している。美人で管理職をやっていてバリバリ仕事をこなしていたら誰だって近寄りがたいはずだ。優香本人がそれとは気づいてないだけだ。私はモテたことなんて一度もないですよ。優香に好意を持つ男性陣はきっとこの人にはハイスペックの彼氏がいるに違いない、そう思っていたはずだ。中山部長が優香を目の敵にしてたのは、誘いを優香が断ったのも一因にある。キャサリンはマイケルが講師として少し慣れてから優香の担当を譲った。よかったわ。これで二人が結婚することにでもなったら、私と優香さんは親戚になるわ。ほどほどにしておけよ。私はきっかけを作っただけよ。あとは二人次第。まあマイケルが硬派なのが厄介だけど。マイケル？マイケルっていうのか？あれ？言わなかったっけ？俺はマイケルと聞いて吹き出してしまった。のんのん、名字は違うわよ。キャサリンがそう言いながら笑っていた。もしかしてキャサリンは。まあイケメンだったからね。でも好きとは違うわ。アイドル追っかけるファンのような感じかな。そう、あのダンスシンガーがグループで活躍していた頃の恋に恋したようにね。そうか。それ以上何も言えなかった。あのダンスシンガーが相手なら勝ち目はないだろうと思っていた。まあなんて顔してるの。私の一番はずっとあなたよ。俺ががっかりしているのを見てキャサリンは言った。マイケルが優香の担当になってから二人とも馬があったようで、よく出かけるようになった。何？あの人モデル？マイケルを見る人たちがひそひそと話す。美男美女で素敵よね。憧れを抱くような顔になる。そう、優香は仕事ぶりといい容姿といい、女性なら憧れるような存在だ。俺がもし結婚していなかったら好きになってたろうなと思う。いや、どうだろう。上司と部下だから関われていたのだと改めて思う。まあキャサリンにはこのことは言わないけどな。ああ見えてキャサリンはやきもち焼きだからな。俺を思い続けてくれた優香、幸せに幸せにと願わずにはいられない。女性の幸せが決して結婚だとは思わないが、自分の良き理解者で人生のパートナーとして一緒に歩いていける人がいればいいと思う。近いうちにその報告が必ず来ると俺は願っている。俺のことを思い続けてくれた優香だからこそ、あの日見せた涙を流してほしくない。どうせ流す涙なら喜びの涙であってほしい。俺は上司として兄貴としていつも陰ながら優香のことを応援できるサポーターであり続けたいと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。こちらがデータが入っている USB です。うん、いつもこうしてくれたら少しは可愛がってやったのに。もうこれは俺のものだ。返してもらえるとは思うなよ。そうですか。満足そうな笑みを浮かべて俺を見下ろしてくる課長。そしてお前はこれで用済みだ。明日の商談には俺が出る。今日でお前はクビだ。わかりました。俺は事前に用意してあった退職届を課長に渡した。
USB がパソコンに挿入されるのを確認したら、あとは成り行きを見守るだけ。社員で亡くなった俺はそっと唇の端を吊り上げたのだった。俺の名前はひろき。親には幼少の頃からスマートフォンを与えられ、動画鑑賞や簡単な検索等にはまり込んだ。中でも一番興味を引きつけられたのはゲームだった。当時は知育のためのパズルや単純な操作で遊べるものを中心に、親が先んじてアプリを入れていた。そのうち操作方法を覚えると、興味あるゲームをどんどんインストールしていった。それがコンピューターの世界へとのめり込んでいくきっかけとなった。その後小学校に上がると、父親からお風呂のパソコンをプレゼントしてもらえた。今の時代パソコンは使えた方がいいからな。それにゲーム好きなお前にとってはいい贈り物になるだろう。うん、お父さんありがとう。母さんには今後の成績のことについて心配をされた。しかし小学校を卒業するまで、俺はほとんどのテストで満点を取り続けた。そのおかげで最初はパソコンを与えることに少し否定的だった母親も、不安の小言をこぼすことがなくなった。中学校に進学し、お小遣いも増えてきたところで、俺は自分でパソコンを組み立てることに没頭するようになった。とはいえ最初はあまりお金はなく、新品のパーツを買うなんてとてもできなかった。その代わり安価で取引されるジャンク品と呼ばれるいわくつきのパーツを買い漁って、運任せに使えるものを引き当てていった。その時の感覚はまるでゲームの宝探しのようだった。何事にも優先されるようになったパソコンとの時間。その中で俺はプログラミングにも手を出すようになっていった。最初は自分が今も好きであるゲームを自作してみたいという気持ちで始めた。複雑で難しい部分も多かったが、それでも自分が残したコードの列を眺めると、とてつもない興奮と満足感によって心が満たされた。その勢いで俺はついにゲームを一つ完成させた。毎日のようにやり込み、修正と追加をひたすらに繰り返していくのが楽しみとなる時間の一つとなった。おかげで中学生時代と高校生時代、パソコンの授業での俺はまさに無双状態だった。タイピングのテストの時も、パワーポイントやエクセルの授業でも、誰よりも早く作品を仕上げていた。そのせいか、同級生の仲のいい友達からは専務と呼ばれていた。専務頼む、俺の課題手伝ってくんね。お、専務の残業代は高くつくよ。うぬぬ、食堂前の自販機のジュース何でも好きなのおごる。ふっふっふ、乗った。そんな感じの会話もあった。青春時代のいい思い出の一つだ。大学は工学部へと進学した。企業にいる父親にプログラミングについてアドバイスをもらううちに、俺のスキルは実用レベルにまで成長していた。そんな俺にとって新たなる興味の的となったのは人工知能の世界。ものづくりに対して狂気的に熱中している変わり者や、自分よりもスキルを磨き上げている人たちがいる大学の環境はまさに天国だった。そのような場所で過ごしている中で、ある日父さんから提案されたのだ。ひろき、もしよかったらなんだが、うちの会社のエンジニアになる気はないか。でも就職しちゃうと自由が減るからな。できれば好きなことをたくさんできる場所で仕事がしたいんだ。ははは、お前ならそんなことを言うかもって思っていた。まあひろきには自由に選択できるだけの技術があるから、俺は何も心配していないぞ。父さんは俺の考えを否定しなかった。しかし母さんは心配そうにしている様子だった。でもやっぱり心配だわ。今の時代安定した職に就いていた方が将来が安泰になるんですもの。大丈夫だよ母さん、その辺についてはちゃんと考えてあるよ。本当に？本当に大丈夫なの？
就職が決まったら真っ先に母さんに知らせるよ。だから朗報を待っててよ。そう？ひろきがそう言うなら。母さんは心配性なところはあるが、決して人の考えを否定する人ではない。ただ俺が知るどの母親よりも優しい人なだけということを俺は知っている。なのでいつまでも不安な気持ちにはさせたくない。そういうわけで俺は大学を卒業した後、仕事と趣味の両立という理想を叶えることができそうな場所、そこそこ大きな広告代理店に就職し、母さんにほっとした一息をついてもらった。しかしその職場に俺の理想はなかった。あの課長、また部下に仕事を押し付けてサボりだってよ。彼の名前はユウスケ。この職場に入って一番最初にできた同期の友人。彼も俺と同じで、昔から趣味でパソコンをいじってきた人物で、年2回開催されるコミケに自作のゲームを出したりしているそうだ。趣味が似ているというところで気が合った俺たちは、互いに顔を合わせてから仲良くなるまでほとんど時間がかからなかった。ひろきも最近よく呼び出し食らうよな。ああ、自己紹介の時にパソコンが得意だなんて言ってしまったからだろうな。あはは、どんまい。しかし、広告代理店の課長だというのにパソコンもまともに触れないのはどうかと思うよ。それな。俺たちの職場はそんな課長、藤井という50代の男性によって忙しい場所に変えられてしまっている。勤務年数が長いことを傘に来て、若手社員に仕事を押し付けているのだ。そのせいで本来なら余裕を持って定時で帰れるはずなのに、皆残業をせざるを得ない状況にまで追い込まれている。俺もユウスケもその被害者なのだ。おい、ひろき、ちょっと来い。はい、何でしょうか。ちょっとパソコンでトラブルが起きてさ。これ、なんとかやってくれ。ああ、わかりました。こんな感じで何かあるとすぐに俺のことを呼ぶ。だが、その内容はどれも大したことではないものばかり。これで治りました。うん。まあ、お前のような若いやつらは、どうせパソコンがないと何もできないからな。これくらいできて当たり前だよな。はあ。俺はな、小さい頃からの積み重ねでそろばん検定3級を持ってるんだよ。機械に頼って楽に計算することしかできないお前らと違って、計算能力は優れてんだよ。お前らとは格が違うんだよ。分かってんのか？そうですか。藤井課長と会話をすると、必ずと言っていいほど自分の自慢話をしてくる。加えて今の若い世代はとか、とにかく自分よりも下の世代に対して上から目線な態度や考えをしている。それが理由で部署内の人たちにはかなり嫌われている。だがその中にも唯一一人だけ藤井課長と仲が良さそうなやつがいた。この会社はな、俺のおかげでここまで成長しているところもあるんだよ。さすが課長、やっぱりあなたは偉大なお方っすね。がはは、お前にはわかるか、俺の凄さが。もちろんっすよ。彼の名前は豊原。一応俺の同期ではあるが、会話をしたことはない。しかし周囲の人に対しての物言いにトゲがあり、いつも藤井課長のそばにくっついている腰巾着のような人物だ。多分昇進とかを狙ってのことだとは思うが、彼の日頃からの行いに対して周囲は嫌な思いをしていた。ひろきくん、これ藤井課長がやっとけってさ。これお前がやるように言われていた仕事じゃないのか？はあ？何言ってんの？確かにお前に渡すように言われた仕事だ。なんだよその目は。もういい、置いとけよ。そんな感じで彼もまた課長のように仕事を他人に押し付ける人物だった。正直断ればいい話なのだが、断ればしつっこくつきまとってくるから、
結局皆それを引き受けてしまっている。ひろき、お前災難だな。そういうゆうすけもだろう。なんでこんなところで働くことになったんだろうな。それな。まあでもあんな二人がいるおかげで職場の先輩たちや同期と仲良くすることができたところもある。周りの人たちも最近は休憩時間に会話をするときとかになると必ずと言っていいほど二人の愚痴を言うようになった。そんな中、大きなプロジェクトの話が入ってきた。なんとパソコンソフトの日本語版を手掛ける世界的な企業の新たな広告事業を手掛けるかもしれないというものだったのだ。俺が勤めている会社の規模からしてそれはとてつもなく大きな仕事だった。今回は社長もかなり気合が入っている様子。努力の甲斐あって後の商談で正式に仕事の契約が締結されることになった。それは会社が大きく前進する兆しとなった。早速俺がいる部署にも話が回ってくる。商談をするために必要なデータを準備する人員の通達を行うものだ。プロジェクトに参加するメンバーの名前が書かれたリストを見てみると、そこには俺の名前があった。よかったな、ひろき。ああ、今回のプロジェクトはやりがいがありそうだ。お前ならきっといい結果を出してみせるさ。期待してるよ。ありがとう。頑張るよ。同僚のゆうすけは自分のことのように喜んでくれた。しかし、俺たち二人が気持ちを高揚させていられたのもわずかな間だけだった。リストにある名前を眺めていたとき、俺はそこに藤井課長の名前を見つけてしまった。あ、ゆうすけもほぼ同時に見つけたようで、俺たちは揃ってそのように声を漏らした。頑張れよ、ひろき。嘘だろ。ゆうすけは苦笑いをしながら自分の言葉を棒読みしたのだった。プロジェクトの準備を始めた俺は最初に会社のデータを洗い出したり、現在の業界の状況などを収集し、それに基づいて資料作成を進めていった。また、資料をクライアントの希望に沿うものとして仕上げるためにも、何度も先方のもとへと足を運んだ。相手の希望を明瞭化するために何度も話し合いを重ねるうちに、俺は相手の人たちからいくらかの信頼を得ることができた。なかなかに楽しい仕事だと思いながら、俺は作業に取り掛かっていた。しかし、気分がいい時に限って、あの人が俺の前に現れる。おい、ひろき、このデータ収集、明日までにやっておけ。これは、課長の仕事なのではないのですか？うるさいな。いいから、やっとけ。わかりました。藤井課長は、単純な作業までも俺に押し付けてくる。正直、難しいことを何もせず、その上、このような仕事まで押し付けてくる彼が、一体いつ仕事をしているのだろうかと、俺は不満に思った。ある時、休憩中に会社内を歩き回っている時に、俺は課長と腰巾着の豊原が会話しているところを目撃した。あいつもバカっすよね。真面目に仕事なんかしちゃって。ああいうやつがいるおかげでこの俺が甘い汁が吸えるんだ。藤井課長、悪よのっすね。やはは、面倒事は全部やつにやらせておけばいいんだ。これで俺は楽に実績を残すことができるってもんだ。さすが課長、作詞。不思議と俺はそんな会話の内容を聞いても怒りを覚えることはなかった。もう分かりきっていたことだったから、正直呆れの気持ちしかない。俺は静かにため息をつきながら、再び自分の机へと戻り、作業を再開した。プロジェクトの商談前日、俺はクライアントと連絡を取り合いながら、仕事の最終調節をするために、パソコンの前に張り付いていた。やることが多く、忙しいと他人に言えるくらいには世話しなく、動いていたため、部署の中でも目立っていた。そのうち同期や先輩の女性陣から
高評価を受けるようになっていき、心の中では自分の趣味に負けないくらいの楽しさを感じていた。だが、どうやらそんな様子の俺のことを気に入らない人がいる。おい、ひろき、コピー機のインクが切れそうだから補充しておけ。え、すみません。今、ちょっと手が離せない状態で。やれと言ったらやれ。これだから、若い連中は。わかりました。言い返してもどうにかできるわけではない。そういうタイプの人間だと俺は知っているから、言い返さなかった。だが、このようなことが、次々と俺に降りかかってきた。おい、ひろき、ボールペンが少なくなってきたから、総務に発注をかけておけ。わかりました。こんなことにも気づけないのか？今の若い連中は。こんな一例もあった。他にも、おい、ひろき、コーヒーを入れろ。少しは周りに気を使えよ。すみませんでした。そんなことを言われ、コーヒーを入れて、課長のところへ持っていくと、ああ、やっぱ気分変わった。緑茶入れ直してこい。わかりました。まったく、お前がぐずぐずしてるから、俺の気分が変わったんだ。ああ、正直、今手にしている入れたての熱いコーヒーをわざとこぼしてしまおうかと思った。俺は結局、入れたコーヒーを排水口に捨て、緑茶を入れ直した。そんなところへ、ユウスケがやってきた。大丈夫か、ヒロキ。ああ、ありがとう。けど、どうすることもできないさ。すまないな。俺も、あまり多くのことはしてあげられない。いいよ、気にしなくて。こうして話しかけてくれるだけでも、一人じゃないっていう心強さがある。それが、救いだよ。ヒロキ、プロジェクトが無事終わったら、飯に行こう。寿司でも焼肉でも、何でもおごるよ。それは、楽しみだ。じゃ、この茶を渡してくるよ。せっかくの楽しい仕事、それに、契約で約束されたプライベートの時間。そのすべてを藤井という人物によって奪われた俺には、わずかばかりの復讐心が宿り始めていた。人の心にある温かい優しさを横取りして、食らうようにそれを燃やす憎悪の気持ちが、刻一刻と大きくなっていくのを感じながら、俺は課長の隣に湯気が上がるお茶を置いた。戦いののろしのつもりだ。その後、とどめを刺すかのように、課長は俺のデスクに大量の資料を載せた。この資料を時系列に整えて、ファイリングし直せ。明日の朝までにな。そんな無茶な。プロジェクトの件もあるのですよ。お前は平で、俺は課長だ。上下関係くらいわかるだろ、普通。お前は、俺に逆らえないんだよ。こんなこともろくにこなしてみせられないのか。無能なやつだよな、お前は。かわいそうに。いくらパソコンができてもな、事務作業ができないようなやつは、社会人失格なんだよ。わかるか？お前は、捨てられる側の人間だ。藤井課長は、おそらく自分に対する不満をそこそこに溜めていたのだろう。不満げに彼を見る俺に対して、周囲の目を気にもせず、言いたいだけ散々言い散らかした。そして彼はすっきりとした顔をして、そのまま退勤していこうとした。ああ、そうだ。お前が作った資料、俺によこせ。明らかに人を下に見ているのがわかる口調だった。本来なら、こういう大きなプロジェクトは俺のような立場があるものが、クライアントとやり取りをするものだ。お前にはまだ早かったんだよ。その言葉に、今までのことを走馬灯のような勢いで思い出した俺は、怒りを理性で抑え込もうとして、体がひどく震えた。この時初めて、人は我を失うと本当に視界が暗くなり、狭くなっていくのだなと体験した。だが、わずかに残された光の中に、ユウスケと、
心配そうにこちらを見ている同僚たちや先輩たちの顔があった。俺はなんとか込み上げる黒い感情を抑えた。わかりました。こちらがデータが入っている USB です。うん、今回は潔いではないか。いつもこうしてくれたら少しは可愛がってやったのに。もうこれは俺のものだ。返してもらえるとは思うなよ。そうですか。満足そうな笑みを浮かべて俺を見下ろしてくる課長。そして、お前はこれで用済みだ。明日の商談には俺が出る。今日でお前はクビだ。わかりました。そういうことでしたら今から社長に挨拶に行ってきます。うん、好きにしろ。俺は自分のデスクの中に入れてあった事前準備しておいた退職届をその場で渡した。課長はそれを受け取ると気分良さそうにして豊原を連れて部屋から出て行った。失礼します。どうぞ。藤井課長と会話をした後、ことの顛末を話すために俺は社長室に行った。プロジェクトのデータが会社のクラウドに上がっていることや、それを閲覧する方法、加えてクライアントのもとへと何度も足を運んでいるうちに、先方の会社の役員である長谷川さんという人と気が合い、普段からの俺の仕事ぶりを見て信頼も寄せてくれていたことから、新たに会社を始めようと話を持ちかけられていることも、いろいろなことを話した。そうか、お前にとってこの会社はいい環境になると思っていたんだが、かえって苦しめることになるとは。申し訳ない。いいよ、気にしなくて。でも多分あの課長に抱いた気持ちはしばらく胸の中でくすぶり続けるだろうね。まあでも、むしろこれでよかったのかもしれない。それにお前と上下関係によって結ばれることに俺はどうも嫌だって思っていたところがあった。それは俺も同じだよ、父さん。これはほとんどの人が知らない事実なのだが、実は俺とこの会社の社長は親子なのだ。名前も母方の姓、山下を名乗って入社しているので、気づかないのは当たり前かもしれないが、最初は母さんが跡継ぎにとこの会社に入るよう勧めたそうだが、父は俺にもっと自由に生きてほしいと後継ぎをさせるつもりはなかったという。だからこの機会に俺が会社を辞めると聞いて、内心むしろ嬉しかったそうだ。後片付けをして俺は会社を去るよ。なんだかそれじゃあまるでどこか遠くへ行ってしまうような言い方だな。先に行くことをどうかお許しください。普通に家に帰るって言ってくれよ。ごめんごめん。それじゃあ帰るよ。うん、お疲れさん。オフィスに戻ると藤井課長がドタバタとしていた。俺は祐介に事情を尋ねた。どうも弘樹から半ば無理やり取り上げた USB メモリをパソコンに挿したら警告画面が出て動かなくなったんだと。うん、まあそうなるだろうな。周りの人に聞いてもみんなどうすればいいかわからないと言って流すものだから、余計に焦り出したってわけだ。藤井課長が豊原とあたふたしている様子を見て鼻で笑ってしまった。そんな俺に気がついたのか、課長が怒鳴り声に近い声量で、おい、ひろきと叫んだ。どうかしましたか、藤井課長。お前にもらった USB を挿したら動かなくなったぞ、直せ。お言葉ですが課長、私はつい先ほどあなたにクビにされたので、もう社員ではありません。時間も定時を過ぎていますので帰らせていただきます。俺はそう言って自分の所持品をまとめて帰ろうとした。すると藤井課長がどしどしと足音を立ててこちら側へ歩いてきた。そして俺の胸ぐらをつかもうと手を伸ばしてきた。私はもうあなたの部下ではありません。もしその手で私に危害を加えようものなら、警察に被害届を出しますよ。く、
くく。顔を真っ赤にして、その場で動きが止まる藤井課長。一体、何をしたんだ。さあ、私には思い当たる節はありませんね。それに、課長なのに知らなかったんですか。うちの会社、データを USB で持ち運びするのを禁止されていることを。あ、何を言って。情報漏洩防止のためのルールですよ。きちんと手順を踏まなければ、USB メモリをパソコンに挿入した時点で、警告画面が出るようになっているんですよ。そういえば。俺が言った会社のルールを思い出した藤井課長は、そうつぶやいて、今度は顔を真っ青にした。課長ともあろうお方が、まさかこんな大事なことを忘れてしまうとは。よくそれで人の上に立つ地位を得られたものですね。図に乗り上がって。パソコンの作業もまともにできない。それに大人としての理性的な思考を持ち合わせておらず、まるで広い世界を知らない子供のようにわがままを言い散らかす。それだけ年を食っておいて頭が全く成長していないとは。そんなんでよく社会で生き残れてこれましたよね。俺は普段から藤井課長にされていることをそっくりそのまま彼の前で演じた。それを見ていた同僚たちは声を抑え肩を震わせながら笑っていた。ゆうすけは俺と課長のやりとりを机に肘をつけながらニコニコと見ていた。ああ、まあきちんとした手順を踏めば使えるようになりますよ。俺がそう言うと課長は安心したのか深くため息をついた。そこを狙って俺は言葉を付け加えた。総務部に申請すれば 2,3 日で使えるようになります。そう言うと課長はまた青くなった。商談は明日です。あとはもう言わなくてもわかりますよね。今の状況がどういうものなのか、私よりも立場が上のあなたなら分かって当然ですよね。お前、じゃあ俺はクビにされた身なんで、あなたが言うところの無能なので、パソコンに頼るしか能がないので、この会社から去りますね。あ、連絡はしてこないでくださいね。私たちもう他人同士のようなものですから、藤井さん。すがすがしくそう言った俺は、一線を乗り越えた勇者になった気分で部屋を後にした。USB メモリにあるデータのことは社長にも話した通り、会社のクラウドにも上げてある。しかしパソコンスキルがない藤井では見つけることができないようなところに俺はあえて保存している。彼に恨みがあれとも、気合の入っている社長や他のプロジェクトメンバーは関係がない。それに今回の一件はクライアント側の長谷川さんにも事細かに伝えてあるので、藤井が失態を演じたとしても商談がなくなることはない。明日はきっと社長がうまいこと取り計らうだろう。それからしばらく時が過ぎた。ある日、酒の席で当時クライアント側の役員として勤めていた長谷川さんからその後の話を聞いた。予定通り行われた商談に藤井は憔悴しきった様子で登場したそうだ。行き当たりばったりのハッタリで切り抜けようとしたらしいが、クライアントの人たちにも父親である社長にも細かいところを突かれ、細くなっていく声を震わせていたとのこと。しかも俺がその場に同席しなかったことをクライアント側に尋ねられた際、なんと、あいつは無能なので辞めさせましたと、あたかも大義をなしたかのように堂々と言い放ったんだとか。苦笑いを浮かべるクライアント側の人たちの中で一人表情を変えなかった長谷川さんは冷静に言った。山下さんは弊社のことを理解しようと何度も足を運んでくれた。分かりやすい資料を作成してくださった。完成した広告のクオリティも高く、ぜひ彼にお願いしようと思っていた。藤井さんが山下さんよりも有能なのはどんな点でしょうか。藤井は自信満々に、私はソロバン検定3級を持ってます。最近の若者はパソコンに頼りきりで自分で考えようとしないですから、と世界の広さを未だ知らぬ子供のように胸を張って自慢げに述べた。
それに対して社長は大笑い。そろばん3級ですか？山下くんは確か高校生の時に1級を取ってましたよ。あとは簿記とか秘書検定とか、商業高校を出ているので資格は多く持っていたと思います。それを聞いて固まる藤井。なぜ社長はそこまであの男のことをご存知なのですか？私はね、この世界で2番目に彼をそばで見守り続けてきたんです。彼のことを深く知っているのは当たり前のことなんですよ。それってまさか。彼は私の息子ですから。いえ。藤井はその時青ざめて膝から崩れ落ちたのだとか。そうなった彼に対して長谷川さんはとどめを刺すかのように、弊社はそんなみんなが頼るパソコンのソフト開発をしているのですが、藤井さんはそれすら否定されると。そうか。と言って、一緒に来ていたクライアント側の人たちが引いてしまうくらいに大笑いしてみせた。そして後に引かせず、ピタッと不気味に笑いを止めた後に藤井をにらみつけて、自分が出せる一番低い声で彼に告げた。無能はあんただよ。場は凍りついた。本人曰く自分の期待を裏切られた怒りも込めたそうだ。その後同じ場にいた彼の同僚曰く、長谷川さんがあんな恐ろしい人とは思わなかったと笑いながら言われたらしい。そして想定外の空気に満たされた会議室の中、社長と長谷川さん以外皆机をじっと見つめ、身動き一つ取らなかったそう。そんな中で社長は藤井に対して言った。時代の変化についていけないのもわかる。年を取れば取るほどそれは難しくなっていく。私もそうだ。でも時代の変化を否定してはいけない。否定した時点で時は止まってしまう。我々の業界は常に最先端を走らなければいけないんだと。そしてこう続けた。わからないから、できないからと人に仕事を押し付けていたそうだね。君の部下たちから聞き取りを行ったよ。君の名前で上がっていた仕事もほとんど部下の仕事だそうじゃないか。君の存在価値は何？と。その時の藤井は蛇に睨まれたカエルのようだったと長谷川さんは比喩した。藤井がほとんど動かなくなったところで社長は立ち上がった。山下が用意した資料は私の手元にございます。本日は私の監督不行き届によって皆様に多大な迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございません。そう言ってクライアント側の人たちに頭を下げた。それに対し長谷川さんは、山下さんが作ってくれた素晴らしい資料と信頼はまだ残っています。後日場を改めて話し合いましょう。それにもう身内みたいなものですから、と言って笑って許したとのこと。彼が連れてきたクライアント側の人たちも長谷川さんがいいならと皆その場を笑って水に流したそうだ。場が収まったところで社長はもう一度藤井をにらみつけた。この世はね、およそどんなものでも釣り合いが取れるようになっている。公平の象徴ともいえる天秤が均衡を望むかのようにね。さて今その天秤の片方には君が積み重ねてきた所業が載せられている。それと釣り合わせるために何を載せるのか、後で社に戻ったらじっくりと話し合おうではないか、と人の笑いとは取れない悪魔の微笑みを浮かべてそう言ったのだった。その後の藤井はというと、社長から当日のうちに懲戒解雇を言い渡されたそうだ。普段はニコニコとしている長谷川さんに優しさをたくさんくれるお父さん、それぞれの意外な一面を聞かされて俺は恐怖を覚え少し身震いした。大丈夫、あれはあの時の演技だって。彼は笑顔でそうは言うけど、俺はこの人と父さんのことは絶対怒らせないようにしようと決めた。
その後俺は長谷川さんと立ち上げた新しい会社で今までにないくらい楽しく、そして全力で仕事に没頭していた。事業の内容は誰でも楽しく便利に使えるアプリの開発。やることはたくさんあるけれども、今の仕事の内容のほとんどは俺が趣味として行っていたものと重なる部分が多かった。結果として趣味を仕事にすることができたというわけだ。父さんの会社に残してきた祐介ともその後よく連絡を取り合った。時々互いの都合がつく時に食事に行ったり、その席に新しい会社の社長である長谷川さんも呼んだりした。二人はすっかりと仲良くなって、まるで親友のような仲へと発展していった。今度ひろきと開発しているアプリが完成したら、ゆうすけのところに広告を依頼したいと思ってるんだ。それはいい。ぜひとも社長に商談の担当者として選んでほしいものだ。はは、その時になったら吉名に頼むよ。みんながそれぞれ作ってきた人とのつながりが、こうして新たな道を進む仲間を集わせる。人生、前へと進もうと頑張っていく限り、無駄なことなんてものはない。すべてが未来の自分の血肉となっていく。俺は今日までに経験した出来事から、そのことを学ぶことができたのだった。余談ではあるが、先日会社からの帰り道の途中で、俺は藤井の姿を見つけた。彼はパソコン教室と看板を掲げた店の前に立って、同年代の人たちと会話をしていた。しばらくすると、店の中から一人の若い男性が出てきて、全員を店の中へと誘導した。藤井さん、もう少しあなたが早くこうなっていたら、俺はきっとあなたを心から尊敬することができたかもしれない。頑張ってください。俺は自分と向き合おうと努力する姿勢を見せる彼に対して、少しだけ応援したいという気持ちを抱いた。時代の変化は激流のようであり、気を抜けば濁った水底へと引きずり込まれ、闇の中へと沈んでいく。だからこそ、積極的に自分から情報を集め、自分が持っているもののグレードアップをすることが大事なのだ。そうすることで、新しい時代についていくだけの力を持った自分へと進化することができる。だからこそ、できないことに対して諦め否定ばかりしてはいけない。それもまた自分であると、人間らしい部分を愛してあげることも大切だと思った。俺はこれからも常に勉強することを忘れずに日々を生きていこうと心に誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。覚えてる？立場逆転しちゃったね。そう言って俺の前に立っている元同級生、中学時代の若々しく健康体そのものだった彼女の面影は今ではどこにもなかった。痩せ細った彼女は力なく微笑む。どうしてだ？あんなに俺に優しくしてくれていた彼女、一体何があってこんな姿になってしまったのか。俺は彼女をカフェに誘い、中学卒業後から今日まで何があったのかを聞いた。彼女の口から聞いている側ですら泣けてくるような過去が語られることになった。俺の名前は山本育人、普通の男子学生だと言いたいところではあるが、そうはいかない。俺の家は母子家庭で、家族は母親のみだ。父親は亡くなったわけではなく、愛人を作って蒸発してしまった。父親の顔すら覚えていないから、かなり前のことだと思う。気がつけば父親のいない生活が始まっていたので、いないことが当たり前の毎日だった。父親が蒸発して以来、母は女手一つで俺を育ててくれた。母は毎日弱音を吐くことなく仕事をして、俺をこれ以上ないほどに愛してくれていた。俺も母の気持ちに応えたくて
どれだけ大変でも母には迷惑をかけないように頑張ってきた。でも頑張りだけではどうにもならない現実があるのも事実だ。消えたのが父親だけならまだよかった。でもあいつは家にあったへそくりや通帳と一緒に消えやがった。多分愛人に渡して自分への注意をできるだけ引きつけたかったのだろう。そんな身勝手な父親のせいで俺の家には本当に金がなかった。その辺の家の金がないというレベルではないのだ。激安家賃のアパートに住み、基本的には一日一食、食べるものが全くないわけではないが、三食毎回腹いっぱい食べられるわけもない。俺が中学生の頃だった。俺が通っていた中学校には給食文化がなかった。昼食は毎回弁当だった。けれど俺の母親は朝から晩まで働き詰めだったせいで、家に帰ってきてもクタクタでお風呂に入ってすぐ寝てしまう生活だった。そんな多忙な中で俺の弁当を作る時間などあるわけがなかった。いや、きっと俺が頼めばどれほどきつくても作ってくれるのかもしれないが、俺のために働いてくれている母にそんなことをお願いすることなんてできなかった。かといって昼食がないのは成長期真っ只中の俺にとっては地獄でしかなかった。なのでせめて自分で作ろうと思って、母のいない間に弁当を作ってみた。数十分後、弁当の上に乗っていたのは真っ黒クロスケだった。指でも入れたら吸い込まれるんじゃないかと思うほどの闇がそこにあった。俺には料理の才能は全く持ち合わせてはいなかったようだ。母は料理が好きというわけではなかったが、普通に美味しい料理を作れるほどの腕前はあった。ということは恨むべき相手はやはり父親か。幸い米を炊くことはできたので、俺の弁当は毎日塩おにぎり2つだった。周りは両親や祖父母が作ってくれた弁当を広げ、雑談をしながら昼休みを過ごしていた。だがそこに俺の居場所はなかった。もちろんはぶられているとかではなく、単純にみんなの弁当がまぶしかったのだ。俺が手に入れることのできないであろうものがみんなの手にはあった。それを羨望の眼差しで見ながら塩おにぎりをつまむ自分が、なんだかとても小さく思えてしまった。教室にはいられない、そう思い友達の誘いを断り、一人で過ごせる場所を探した。お供は塩おにぎりのみだ。候補としては屋上か体育館の裏かの二択だった。だが残念なことに屋上は鍵が閉まっていて入ることができなかった。屋上で休んだりご飯を食べたりするのはあくまでもアニメの世界だけの話のようだった。ということで俺は体育館の裏で昼食をとることにした。グラウンドが近いので昼休みを謳歌している声はかすかに届いてくるが、体育館の裏に生徒が来ることはなかった。俺は誰からも見られることなく一人の時間をじっくり味わうことができていた。あの日までは。その日は委員会の仕事で昼食をとるのが遅れてしまっていた。ただおにぎり2つだけの弁当なので昼食の時間自体はさほど必要とはしない。すぐに食べて教室に戻ろうと急ぎ足で体育館の裏に向かった。そこに先客がいた。初めてだった。自分以外の人間を昼休みの時間にここで目撃するのは。しかも見覚えのある女子生徒だった。彼女の名前は神宮寺里奈。同じクラスの女子生徒だ。名前から想像できそうだが、彼女は神宮寺グループの社長令嬢である。つまり超金持ちってわけだ。しかし彼女自身は別に高飛車だとか傲慢だとかではなく、誰にでも優しい普通の子だった。
かといって俺は彼女とは挨拶を交わすくらいの関係で、そこまで仲がいいというわけではなかった。そんな神宮寺が体育館裏の用水路の前でしゃがんで何かをしている。こんなところで何をしているのかと疑問に思った俺は、彼女の手元が見える位置に移動した。見えたのは弁当箱。彼女の手には蓋の開いたお弁当が傾けられていた。その角度じゃ落ちてしまう。そう思った瞬間、無意識に、もったいないと叫んでしまった。俺の声にビクッと体を震わせる神宮寺。彼女はパッと振り向き、弁当を自分の後ろに隠した。その驚きっぷりからすると多分、俺が後ろから見ていたことは気がついていなかったのだろう。と、しどろもどろになっている神宮寺に、俺は間髪入れずに頭を下げ、近づいた。驚かせてしまってごめん遊ばせ。ただその弁当、いらないんでございますか？相手は社長令嬢だ。自分が知っている気品のある言葉で話しかける。願わくば、願うことならば、もしいらないなら、そのお弁当をいただけませんでございましょうか。昼食前の4時間目は体育だった影響もあって、お腹が空きすぎて、お腹と背中がくっつきそうだった。そんな男子中学生に、おにぎり2つは、さすがに過酷なものがあった。彼女が持っていた弁当は、遠目から見ても豪勢で、量も女子の弁当とは思えないほどだった。捨てるなら一口だけでも、いや、半口だけでもいただきたかった。俺の勢いに神宮寺は一瞬固まっていたが、俺の上品な言葉遣いのおかげもあって、いいよ、と了承してくれたのだ。本当によろしゅうございますでしょうか。俺は自分の耳を信じることができずに、もう一度尋ねた。本当にいいよ、と言って俺に手渡してくれた。そこから俺の意識はなくなった。気がつけば弁当は空になって、口の中には程よい酸味が漂うソースの香りが充満していた。食べ終わってお礼を言うと、別にお礼なんていいよ、私が作ったわけじゃないし、と言ってくれた。お弁当忘れたの？今日。彼女は俺の顔を覗き込む。あ、いや、実はおにぎりがあるんだけど、これしかなくて。そう言って、ポッケからラップで巻いた不格好なおにぎりを2つ取り出した。具もないただの塩おにぎりなんだ。これしかなくて。彼女は目をまん丸にして尋ねてくる。男子にしては少ないよね。ダイエット？ダイエットをしている人間が、獣のように人様の弁当をむさぼるだろうか。俺は今まで誰にも言ったことがないけど、と前置きをして、父親が消えたこと、母が必死に仕事をしていて、弁当を作る時間がないことを話した。何も言わずに最後まで聞いてくれていた神宮寺。話の最後で口を開いて、でも山本くん、偉いね。自分でご飯炊いてくるなんて。しかも、おにぎり上手だね。おいしそう。と、褒めてくれた。人生で母親以外に褒められたのは初めてかもしれないと思い、なんだか誇らしく感じた。身の上話をしてくれたからお礼にと言って、神宮寺は、今度は彼女の家庭の話を始めた。要約すると、彼女とお母さんは血がつながっていないそうだ。実の母親はすでに他界しており、今の母親は父の後妻だという。お母さんは父の前では神宮寺に優しく接するものの、父親の目の届かない場所で嫌がらせを執拗にしてくるとのことだった。弁当もその嫌がらせの一つだった。小食だと知っていながらも量をかなり詰め込み、かつ神宮寺が苦手なものばかり入れる。少しでも残せば、私がこんなに頑張って作ったものをどうしてそんな風に残すことができるの？とヒステリックになるそうだ。それが怖くて弁当の中身を捨てようとしていたというのだ。
なるほど。だから量が多かったのか。腹ペコの俺が食べて満足するくらいだから、彼女にとっては大食い料理そのものだ。じゃあ今日はまだ昼ご飯食べてないの？俺の質問に彼女は無言でうなずく。俺は恥ずかしながら自分が握ったおにぎりを差し出す。これ差し上げます。素手では握ってござらんので、ラップでございます。彼女は俺の手からおにぎりを受け取り、にこりと微笑んだ。その喋り方、すっごく変だよ。そう言って彼女は美味しそうにおにぎりを食べた。その日以降、俺たちは弁当を交換するようになった。集合場所はこの体育館裏。食事をしながら今までの話や愚痴なんかを聞いた。同じ教室で過ごしていたものの、あまり話す機会がなかった俺たちではあるが、会話をしてみると意外と話が合い、気が合った。食事を終えると俺は少し昼寝をして、その間神宮寺はスケッチブックに好きな絵を描いていた。美術部に所属している彼女はびっくりするほど絵が上手だった。彼女が鉛筆を紙の上になぞらせている時のシュッシュッという音が心地よくて、気持ちのいい時間を過ごすことができていた。そこからの人生は俺にとっては順調なものとなった。高校は近所の公立高校に進学することができたのだが、その高校はそこそこ偏差値が高く、合格したことに母は泣いて喜んでくれた。神宮寺は俺とは違う少し離れた場所にある全寮制のお嬢様学校に通うことになった。彼女はお母さんから一刻も早く離れたかったようで、合格が決まったその日はテンションが一日中高く、彼女が描く絵もアグレッシブだったのを覚えている。神宮寺と取る最後の昼食が来た。もう彼女との弁当交換はできないのだと思うと少し寂しく思えた。最後の日でも彼女はスケッチブックに絵を描いていた。その横顔を見て俺はこの淡い気持ちを伝えようかとも思ったが、この青春を自分のものだけにしたくって、淡い恋心に蓋をして彼女の姿を脳裏に焼き付けることにした。高校に進学してすぐのことだった。母が再婚をした。義父となった男性は初婚であり、今まで体の不自由な両親の介護をしていたため出会いがなかったとのことだった。決してイケメンというほどではなかったが、誠実そうで優しく母にはお似合いな男性だった。義父が仕事をしていて収入が一定以上あったため、母はそれまでの仕事を辞め、これまでよりも負担の軽い正社員で働くようになった。俺に対しても義父は程よい距離感で接してくれるので、自然と親父と呼べるような関係にすぐになった。義父の援助もあって順調に進学し、有名大学に進学することができた。就職も大手企業に決まり、子供の頃には考えられないほどの豊かな人生を送ることができるようになっていた。入社して数年、忙しくも充実した日々を送っていたが、俺は社内での移動で引っ越しをすることになった。実家からは少し離れた場所での新生活に胸を躍らせながらも、不慣れな場所での生活に不安がなかったわけではない。新居の整理も一段落ついたため、食料調達のために町に繰り出すことにした。近くには小さいながらも風情のある商店街があり、基本的に買い物はそこで済ませるようにしていた。社会人になって数年経つ俺だが、未だに料理は苦手分野だった。練習に練習を重ね、味噌汁は作れるようになったものの、得意料理は冷ややっこというありさまである。母に指導を賜ったが完全拒否されてしまい、得意不得意があるから無理に練習しなくてもいいのよ、コンビニもたくさんあるからと慰められてしまった。商店街の出口付近にお弁当屋さんがあるのを発見した。母からはコンビニもあるから料理をしなくてもいいとは言われたが、コンビニの弁当はあまり好きにはなれなかった。さすがにこの年で
コンビニ弁当ばかりは健康に問題がありそうで怖かったからだ。目の前にある小さな弁当屋さんはこじんまりとはしているが、小綺麗で美味しそうな弁当が並んでいる。しかも手作りのようだ。そうだ、こういう手作り弁当が一番いい。昔からあまり手作り弁当とは縁のない生活を送っていたからかもしれないが、工場なんかではなく人の手で作られた弁当に俺はすぐに愛着が湧いてしまう体になってしまっていた。店番はおばあちゃんというのも高ポイントだ。こういった老舗の店といった雰囲気がより一層お弁当を美味しそうに見せていた。お弁当を覗いてみるといろいろな種類が陳列されていた。唐揚げ弁当、肉野菜弁当、鮭弁などなど。それも美味しそうな上に値段も手頃で、学生でも2個くらいは買えそうだ。俺は弁当を手に取ってみた。そこで一つ違和感というか既視感を感じた。弁当ではなく弁当を包んでいる紙に描かれた絵にだ。淡い風景画がさりげなく描かれた包装紙。綺麗だな。どこかで見たような気もするが、勘違いだろうか。日替わり弁当を持ってレジに立つ。これおばあさんが作っているんですか？俺の問いかけにおばあさんは、いいや、私足が悪くてね、長い時間立てないんですよ。なんで店番しかしていませんがね。でもこれはべっぴんさんが作ったもんやけん、おいしいですよ。とニコニコしながら弁当を袋の中に詰めてくれた。家に戻って弁当を食べてみると、やっぱりどこか懐かしいような、どこかで食べたような味がした。その日以降俺はその商店街の小さな弁当屋の常連になった。たまにおばあさん以外の人が店番に立っていることもあったが、旦那さんらしい。最近ばあさんがえらくおめかしすると思ったら、若え兄ちゃんが来るからかと、旦那さんもガハガハと笑いながら弁当を売ってくれる。その二人以外弁当屋で見かけることはなかった。おばあさんの言う別品な作り手はどこにいるのだろうか。ある日いつものように弁当屋に行くと、金髪の男性が店の前で怒鳴っていた。弁当がまずかったから返金しろ。そう怒鳴り散らす男性。その男性に対してペコペコと頭を下げているのは、いつものおばあさんでも旦那さんでもなかった。見たこともない細い女性だった。その後ろで旦那さんが、まずいだ、それはおめえさんの舌がおかしいんじゃねえのかい、とこちらも負けじと張り合っていた。ちょっと黙っときなさいよあんた。そう旦那さんをなだめるおばあさん。なるほど、旦那さんの負けん気が余計に大ごとにしているようだ。俺はスマホを取り出し大きな声で話し出した。ええ、そうです、商店街の出口です。男が大暴れしていて、と言った。もちろん誰ともつながってはいない。俺の声が聞こえたようで、金髪の男性はそそくさと弁当屋の前から消えていった。おばあさんは、ありがとうね、このアホ旦那が余計なことを言うもんで、リナちゃんにまで迷惑かけちゃって。おばあさんは旦那さんをこづいた。リナちゃんが作った弁当にケチをつける青2歳が悪いんじゃい。そう憤慨して店内に戻る旦那さん。俺は正直固まっていた。二人がこの細い女性に対してリナちゃんと言ったことに、俺は衝撃が走っていた。リナ、それは神宮寺の下の名前だ。先ほどまで金髪男に怒鳴られていた女性は、俺に向き直ると驚いた顔をした後に少し悲しそうな顔をしていった。山本くんだよね。彼女は恐る恐る祈るように聞いてきた。まるでそうじゃないでほしいと願うような顔つきで。うん、俺はうなずくことしかできなかった。覚えてる？私のこと。ごめんね、こんな格好で。なんだか立場逆転しちゃったね。そう言って
力なく笑う。その笑った顔を見て、当時の神宮寺の面影が重なった。ガリガリに痩せてしまっている彼女は、かつてのはつらつさはないものの、顔にはまだあの面影が残っていた。覚えてるよ。なんで？神宮寺はどうしてこんなところに？地元からは随分離れているけど。神宮寺は話せば長くなるというだけだった。俺たちの様子を見ていたおばあさんが、今日はいろいろあったから、もう店を閉めることにするよ。リナちゃんはもう帰っていいよ。と言って手をひらひらさせた。おばあさんは余りもんだからと言って、俺にいくつか弁当を渡してくれた。妙に冷たい弁当だった。それから俺たちは近くのカフェに腰を下ろして、ゆっくりと神宮寺の話を聞くことにした。そこで彼女が話したことは、俺からすると信じられないくらいのひどい内容だった。神宮寺が高校に進学した直後、義母と父の間に弟が生まれたそうだ。男が生まれたことで、神宮寺グループの社長の座は必然的に弟になることになった。そのため神宮寺家の中でリナの立ち位置がかなり低くなってしまい、用なしだという人すら現れたという。その時点で俺は怒りを覚えたが、まだ話は続いた。高校卒業後は神宮寺家をより強固なものとするために、リナは強制的にお見合いを受けることになった。そこで結婚相手に選ばれたのが10歳上の取引先の息子だった。好きでもタイプでもない男だったが、せめて家のためだと思い、自分をなくして結婚に踏み切った。しかし夫はリナを顧みず、愛人と毎晩遊びほうけるばかりであった。義両親からは、夜遊びをする息子が悪いみたいな風に思わんでくれよ、心をつなぎ止めれないお前に問題があるんだからな、と嫌味を言われる日々。ついには夫は愛人と子供を作り、リナを家から追い出した。リナは実家に戻ろうとしたが、実家は出戻りを許さなかった。結婚相手からは裏切られ、実家からも見捨てられたリナは、心身ともに疲弊して生きる術をなくしていた。そんなリナを拾ってくれたのが弁当屋の夫妻だったというのだ。住む場所もなかった私に家を貸してくれて、その上働かせてくれてて、本当優しい人たちだよ。そう言いながら涙をこぼす神宮寺。かつての彼女は誰もが羨む存在で、キラキラしていた。男女関係なく分け隔てなく接する彼女は、みんなから愛される人だったと思う。そんな彼女が時代錯誤な価値観で学校で学ぶ機会も奪われ、人生を夫や家族からも潰された事実に、俺は驚愕してしまった。私本当何もないの、空っぽになっちゃった。そういう彼女に俺は何かしてあげたかった。体育館の裏で神宮寺からもらった恩を未だに返せてはいないのだから。なあ神宮寺、一つ相談があるんだけど。俺はあることを彼女に提案した。俺が入社した大手企業とは、義父が建てたデザイン会社だった。その会社で俺はメディアコンテンツ部のトップを務めさせてもらっている。確かに入社そのものは義父のコネではある。しかしこのデザイン業界は自分と肌が合うようで、しっかりと成果を残している俺に対して誰もコネだのなんだの言う人はいなかった。さらに気の合う仲間もできた。役職としては俺の部下になるが、入社が同じ時期のいわゆる同期のやつだ。その中でも特に仲がいいのが滝山というやつだ。仕事の割り振りもうまく、いい具合に手を抜く器用なやつだった。今俺たちが携わっている事業で背景画を描くことのできるイラストレーターを探していた。滝山はこういう時活躍して、どこから連れてきたのか優秀なイラストレーターを見つけ出すのだが、今回は難航していた。いや、イラストレーターはいるんだよ。問題は山本くんが納得するような淡いタッチの背景画ってとこがね。どうにかなんない？
俺が滝山に頼んだのは単に背景画が描けるだけではなく、タッチが優しく温かみのあるクリエイターを用意することだった。妥協はなしだな、というと本気の舌打ちをした後に、いいよいいですよ、山本が感動するようなすげえイラストレーターを持ってくるからさ。残念だな滝山、今回は俺の方が先に優秀なイラストレーターを見つけたぞ。そう、俺が神宮寺に提案したのはイラストレーターとしてうちで働くことだった。案の定、あの弁当の包み紙の絵を描いていたのは神宮寺だった。あのイラストならばうちの会社でも即戦力になると判断したのだ。どうかな、うちでイラストレーターとして働くのは。俺の提案に彼女は勢いよく首を振った。自分の絵なんて大したことないし、ただの趣味で描いてるだけだし。そういう彼女に俺は弁当の包み紙をいくつか取り出した。俺は弁当屋さんで弁当を買うたびに包み紙を丁寧に折りたたんで保存していたのだ。これ神宮寺が描いた絵だろ、あのおばあさんたちには描けないと思う。それに今の神宮寺にはコネとかがあるとは思えないし、こんなにすごい技術があるのにもったいないよ。印刷も家庭用だろ、ぜひうちでお願いしたい。俺は頭を下げた。話を聞くと彼女はタブレットでも絵を描くことができるというのだ。余計にうちの会社に欲しい人材だ。それでも彼女は渋っている。じゃあ試してするのはどうかな、嫌だったらすぐにやめていい、報酬も必ず払うからさ。俺の必死の説得によって彼女はようやく頭を縦に振ってくれた。滝山が遠くで悔しがっている顔が浮かんだ。翌日滝山を連れて弁当屋さんを訪れた。俺より先にイラストレーターを見つけたことが許せん、誠に遺憾だぞ、と言って噂のイラストレーターを一目見ようと俺についてきたのだ。弁当屋さんの前に立つと店番のおばあさんが、おや今日はお友達も一緒なんだね、と言いながら数枚の紙を俺に渡してきた。なんだか張り切っちゃったみたいだよ、そう言って渡された紙には優しくもしっとりとぬくもりを感じる淡いタッチの絵が描かれた包み紙が数枚あった。やっぱり最高の出来だ、滝山も覗き込んだ瞬間、なんじゃこりゃとひっくり返った。すっげー綺麗じゃん、何これ、手書き？手書きなの？人類の進化半端ないんですけど。舌を噛みちぎるレベルのスピードで喋っている。この淡いタッチ、山本が求めてちゃ。ほら噛んだ。悶絶している滝山を放置して店の奥に目をやると、神宮寺が隠れるようにこちらを伺っていた。俺はその場で土下座して頼み込んだ。これならすぐに正式に依頼したいと勢いよく頼み込んだ。慌てて奥から神宮寺が飛び出してきて、仕事は受けるから土下座なんかしないでよ、と言って俺にパンチしてきた。神宮寺が仕事に参加してくれることで事業が成功するかもしれないと思いながら、これでリナとのつながりが切れずに残ってくれることに心の中で安堵した自分もいた。リナとの契約から約1年、彼女はあっという間に人気クリエイターとなった。滝山は、どういう経緯であの子を見つけたのか本当疑問だね、多分今後の人生の運を全て使い切ったんじゃない、と毎日のように妬みを言ってくるが、今ではそれすらも心地よくなってきていた。リナをクリエイターとして見出せた自分が誇らしかったのだ。リナは弁当屋でバイトを続けつつの活動でありながらも、精力的にどんどん腕前を上げ、個展を開く計画まで立ち上がるようになっていた。そんな順風満帆なリナのもとに元旦那が連絡を取るようになってきたらしい。面白いことに愛人の子供は自分との子供ではないと検査で判明したというのだ。ざまあ見ろ。リナを邪険に扱い追い出した後、神宮寺グループから取引の中止を要請されたそうだ。リナの父親がリナへのあまりに冷たすぎる扱いに怒ったからだった。
そのため業界から信用を失い、あっという間に事業が悪化してしまった。そんな元夫は、都合のいいことにリナが戻ってきたらまた神宮寺家との関係を修復できると思い、最近はリナにつきまとっていた。リナから元夫のことで相談を受けた俺は、仕事をリモートワークに切り替えた。さらに弁当屋の一角を借りて、そこで仕事をするようにしていた。案の定、元夫が弁当屋を直撃訪問してきた。会議をしていると、下の階から争うような声が聞こえ始めた。戻ってこい。こんなボロい弁当屋なんかより、いい生活をさせてやるって言ってんだ。この汚い声が、おそらく元夫だろう。やめて、離して。リナの声が2階にまで届く。すぐに弁当屋の旦那さんが怒鳴り込んでくるだろうと思っていたが、いくら待っても声は聞こえない。おばあさんの声もだ。しばらく考えた後に思い出した。そうだ、今日は2人とも病院に行く日で、今は店にはリナしかいなかったのだ。急いで俺は1階に降りた。みすぼらしい格好の男がリナの腕をつかみ連れて行こうとしていた。俺はすぐさま間に割って入った。誰だてめえ、部外者は入ってくんな。部外者とは失礼だな、と言って俺は彼に名刺を渡した。リナさんの婚約相手の山本育人と申します。名刺を見た元夫は顔が真っ青になる。俺はここ数年で実績が認められ、会社の専務にまでなっていた。さらに岐阜の会社は成長し、今ではテレビ CM に出るほどの大きな企業になっていた。会社の顧問弁護士に、あなたのことは相談しているんです。ご存知でしたか？離婚してしばらく経っても、慰謝料の請求は遡ってできることを。回れ右をして、そのまま二度と私たちの前に現れないのであれば、今回のつきまといのことは不問にしても構いませんよ、と優しく教えると、元夫はうなりながらも走って逃げていってしまった。元夫が業界から干された要因にリナの父親がいたことに、リナは当初驚いたそうだ。何たって家への出戻りを許さなかったのは父だと思っていたからだ。しかし今回の元夫のつきまといの件で実家と話す機会があったのだが、そこで知らされた事実として、リナを家に戻すことを許さなかったのは義母だったというのだ。義母が勝手に判断して、都合のいいようにリナの父に報告していたのだ。俺は元夫を追い出すためとはいえ、勝手に婚約者だと言ってしまったことを謝罪した。リナは、逆に助かったよ、あの場をしのぐためだってちゃんと分かってるから、と言って学生時代に見せてくれたような明るい笑顔を俺に向けた。俺はその笑顔を見た瞬間に、心に決め、リナの手を握った。本気で婚約者になりたいんだ。中学校の時から好きだったんだよ。結婚を前提に付き合ってほしい、と弁当屋の前というベストポジションで告白をした。俺とリナの結婚式は快晴に恵まれた。招待客は俺の両親とリナの父親、弁当屋の老夫婦のみを招いた小規模な式ではあったが、みんな終始笑顔の絶えない素敵な式になった。式の最中にリナと父親は二人きりで話す時間を設けたようで、どうにか今までの確執にけりをつけることができたようだった。父は義母が娘に対して冷たい態度をとっていた事実に全く気がついていなかった様子だった。事実を知った父はすぐさまどこかに電話をしていた。今まで長い間辛い思いをさせてすまなかった。離婚こそはできないが、俺はあの家を出て別居という形をとるよ。寂しい思いをさせて悪かった。そう言って頭を下げるリナの父の目には涙が浮かんでいた。父の涙を初めて目にしたリナは驚いていたが、男だって泣くもんだわな。自分の過ちに気がついたことを褒めてやんなよ、リナちゃん。そう言って弁当屋の旦那さんが式をまとめてくれた。
俺の母と義父もいつまでも仲がいい。俺はこの二人をお手本にして家庭を築きたいと思っている。リナとずっと仲良く暮らすことが俺の理想なのだ。二人だけの濃い時間を過ごして、二人だけの思い出をたくさん作る。なんと輝かしく美しい未来像だろうか。年を取ったらあの老夫婦のように弁当屋をするのもいいかもしれない。その時はリナに包み紙に絵を描いてもらおう。きっと人気が出ると思う。俺はシンプルながらも線の綺麗なウェディングドレスを着た妻を見て笑みを浮かべた。まさか商店街の小さな弁当屋がここまで太い縁をリナとつないでくれるとは誰が思っただろうか。妻の横顔が不意にかつて盗み見していた中学校の時の顔と重なる。そのことを妻に話すと、実はね、あの時こっそりあなたのことを書いてたの、と言われた。恥ずかしそうに笑う妻が愛しくて、この幸せな時間が永遠に続いてほしいと俺は思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。シングルマザーの家庭なんて、どうせ汚い方法の稼ぎでやっとの生活なんでしょ？息子と結婚なんてしたら血が汚れちゃう。私のことだけならまだ我慢できた。しかしこの失礼で無知な夫婦は母子家庭のことや娘のことをバカにしてきた。それに怒りで頭が沸騰しそうになるのを、お母さん大丈夫だから、冷静な娘が止めてくれた。どうやら相入れないお考えをお持ちのようなので、今後銀行の利用も控えさせていただきますね。仕事用の口座も解約します。そしてはっきりと宣言した娘、その堂々とした姿に私も冷静さを取り戻した。どうせ100円程度じゃないの？ニヤニヤと下品に笑う夫婦を冷たく見て、娘は立ち上がった。帰ろう、お母さん。ええ、そうしましょう。この後、私たちはすぐに行動に移した。それにより、この夫婦は転落人生を送ることになる。私は溝口里子。夫に先立たれ、シングルマザーとして一人娘の千尋を育ててきた。娘の千尋はすでに自立しており、都内で一人暮らしをしている。親の私が言うのもなんだが、しっかりとした性格に育った娘のことは何の心配もしていない。恋人などはいないようだが、あの子のやりたいように任せている。私は悠々自適なお一人様生活を2匹の猫のおこげ、白玉と楽しんでいた。おこげは黒と茶色のサビ猫、白玉は真っ白な猫で、2匹とも可愛らしくおやつをねだってくる。夫は千尋が中学生の時に病気で他界した。どうしてなの？あなた嘘だと言って。お父さん、お父さん。こんなに早いお別れなんて、そんなの嫌よ。当時は悲しくて悲しくて泣き暮らしていた。あなたが生まれた時ね、お父さんたら感動して号泣しちゃって。へえ、なんだかお父さんらしいかも。そうそう、何かあれば泣いて喜んでたものね。小学校の卒業式なんか私よりも泣いてたもんね。そうそう、運動会も千尋より張り切っちゃって、夜になったら誰よりも先に寝ちゃってたわ。そういえば気づいたら寝てたね。しかし今では笑って思い出を語れるようになっている。そんな風にしてくれたのがおこげと白玉だった。ふう。お母さん、私もすごく悲しいよ。でもちゃんと眠らせてあげよう。
ええ、そうね。あれ、ねえ、お母さん、猫の声がしない？え、本当だわ。軒下かしら。そうだよ、きっと。おこげと白玉は夫の納骨の時にお寺の本堂の軒下で泣いていた子猫だった。これも何かの縁かしらね。うん、もしかしたらお父さんが泣いているお母さんのために引き合わせてくれたのかも。あの人ならそうするかもね。自分はすぐ泣くくせに、私たちが泣くのはすごく嫌だって言ってたもの。そう話して連れ帰ってから一緒に暮らしている。お母さん、名前はどうするの？そうね、この子はこっちは黒と茶だからおこげ、こっちは真っ白だから白玉にしましょう。なんだかお母さんっぽいね。それからおこげと白玉が悲しむ私に千尋と共に寄り添ってくれ、次第に夫のことを悲しい別れから大切な思い出に変えてくれたのだ。今では2匹のいない生活は考えられない。また休日には保護猫活動のボランティアに参加するなど、猫との関わりの深い生活を送っていた。おこげ、白玉、ご飯よ。にゃーと可愛い声ですり寄ってくる2匹。おこげったら相変わらず食いしん坊ね。そんなに急いで食べなくても白玉は取らないわよ。おこげは食いしん坊で、ご飯やおやつの言葉にすぐに反応してやってくる。一方白玉はマイペース。白玉は今度はどこで寝てたのかしら。体がポカポカしてるわね。昼寝が好きで気づいたら変なところで寝ている。本当にこの2匹は可愛く癒してくれる。そんな穏やかな日々を送っていた。もしもし、どうしたの急に電話なんて。別に電話くらいいいじゃないか。ある日、私の実家の父佐藤剛から連絡があった。電話くらいってお父さんは用事のある時以外かけてこないでしょ。それで？千尋ちゃんはまだ独身だったよな。恋人もいないと聞いているが。そうだけど、それが何だっていうの？千尋ちゃんにいい縁談が来てるんだ。その言葉に思わずため息をついた。父は私と違っておせっかいらしい。私はあの子の好きなように任せているの。こっちのエゴでせかしたりしたくないわ。それに結婚しないならしないで、私は受け入れるつもりよ。まあまあ、まずは千尋ちゃんに聞いてみろ。いやよ、あの子に押し付けないで。それから何度も断ったが、父は全く譲らなかった。まったく、頑固なところと強引なところは昔から変わらないんだから。私と夫を出会わせてくれたのも強引に進めてきた結果なんだけど、仕方なく私は千尋に連絡を取った。おじいちゃんったら。わかったわ。いいの？おじいちゃんの顔を立ててお見合いだけならね。付き合うかどうかは相手を見てから決めるわ。ええ、そうね。ごめんなさいね、おじいちゃんが。お母さんが気にすることじゃないよ。ということで、ひとまずお見合いだけならとOKが出たことで縁談を受けることになった。この縁談が最悪な人たちにつながっているとは思いもしなかった。お見合い相手は塩谷亮太君といってね、千尋ちゃんと同い年の銀行員なんだ。へえ、同い年なの。ああ、父親はメガバンクの頭取をしているんだ。そんな立派な家系の人とお見合いだなんて。父から話を聞き、思わず尻込みしてしまった。そんな私を父は笑い飛ばした。千尋ちゃんならこのくらいの人と結婚せねばなるまい。父は孫大好きなおじいちゃんで、私の心配なんて全く気にしてないらしい。まあ、そんな父が持ってきた縁談だ。
亮太君という人はきっと悪くない人なんだろう。まったく、この人ったら強引なんだから。父の横で呆れたような顔をしているのは母の弥生。強引な父とは反対に静かでしっかり者の母。おそらく千尋のしっかりさは母譲りなのだろう。でも気にしなくていいわ。あなただって立派な母親なんだもの。ありがとう、お母さん。何かあったらすぐに剛さんに報告するのよ。この人ならすぐに動いてくれるから。ええ、その時はお願いするわ。お見合いは都内の老舗料亭で行われることとなった。それに私は前日に東京に行き、近くのホテルに泊まることにした。久しぶり、お母さん。久しぶり。仕事の方は順調？うん、もちろん順調だよ。そして当日娘と待ち合わせをして料亭へと向かう。料亭の前には一人の男性が待っていた。溝口さと子さんと娘さんの千尋さんですね。私は佐藤剛さんと昔から付き合いのある西野雄二と言います。今回仲人を務めさせていただきます。西野さんですか。溝口さと子です。よろしくお願いします。千尋です。よろしくお願いします。さあこちらへどうぞ。会場にご案内します。西野と名乗った彼に案内され会場へと入った。そこにいたのは若い男性とその両親だった。真ん中の男性、おそらく亮太君はこちらを見て会釈をしたが、その両親はちらりとこちらを見ただけで挨拶しなかった。そんな様子に嫌な予感がする。とりあえず会釈をし、指示された席に座った。すでにそれぞれにご挨拶させていただきましたが、今回仲人を務めさせていただく西野です。仲人の挨拶から始まり、二人の自己紹介となる。塩谷亮太です。こちらは父の栄一と母の真知子です。職業は銀行員です。穏やかに微笑む彼はやはり悪い人には見えない。ただ尊大な態度の両親に挟まれているのを見ると少し気弱そうに見えてしまう。溝口千尋です。こちらは母の里子です。職業は。失礼ですが本日はお父様いらっしゃらないのですか。千尋が私を紹介したところで相手の父親栄一が口を挟んだ。私は西野さんを見るが、彼も困ったような顔をしていた。だが何も言わない。父は私が中学生の時に病気で亡くなりました。それ以来母が女手一つで育ててくれました。え、まあまあ。堂々と千尋が言うと、相手の両親が大げさに驚きの声を上げた。何か。いやいや申し訳ありません。まさか片親の子を紹介されるなど思ってもみませんでしたからな。は？思わず怪訝な顔をすると、全く申し訳なさそうに笑いながら栄一が言った。何か問題でも？千尋が冷静に尋ねた。いや言いにくいのですがね、シングルマザーでしょ、オタク。そうすると家柄が釣り合わないんじゃないかと思いましてね。苦労してきたんでしょ。お金が必要なのかもしれないが、うちにたかるのはよしてもらいたい。なんて失礼な言い分だ。つまり母子家庭の自分たちは貧乏で、結婚することで相手の家に金をたかろうとしていると。貧乏で教養がない人は我が家にふさわしくない。この人の言う通りですわ。母親の真知子の方もこちらを見下したような笑いを浮かべている。母子家庭ってことは大学なんて行けないものね。高卒、ああもしかして中卒かしら。息子は有名大学を出てますの。そんな息子に中卒の娘さんなんて合わないわ。
まったくだ。な、娘は中卒ではありません。ちゃんと大学を出てしっかり働いています。生活にも困っていません。またまた、お金をせびろうと必死なもんですな。母子家庭で育ったってことは、娘さんもろくなしつけをされてないでしょ。何か問題でも起こしたら困りますし。な、しっかり働いてるって言っても、大した仕事なんかじゃないのでしょ。清掃員とか。ああ、もしかして親子揃って体を？あら、やだ。本当、シングルマザーの家庭なんて、どうせ汚い方法の稼ぎでやっとの生活なんでしょ。息子と結婚なんてしたら、血が汚れちゃう。両親に挟まれた亮太くんが、いたたまれない様子でうつむいていた。そんなことよりも、私は言われた言葉にひどくショックを受けた。なんてことを言うのだろう。千尋が汚れているとでも言うのか。その言葉に怒りのあまり何か言ってやろうと立ち上がろうとする。お母さん、大丈夫だから。だが、それは冷静な千尋に止められた。千尋は静かに相手を見据える。お考えはわかりました。どうやら縁がなかったようですね。物分かりはいいようだな。栄一はニヤニヤ笑って言った。相入れないお考えをお持ちのようなので、今後銀行の利用も控えさせていただきますね。仕事用の口座も解約します。堂々と宣言する千尋の姿に、私も冷静になった。そうだ、こんな無礼な奴らをちゃんと相手する必要はないのだ。何を言うかと思ったら口座の解約、どうぞどうぞお好きに。千尋の言葉に爆笑する二人。母子家庭の家の娘の口座の残高かどのくらいなのか見ものだな。100円程度じゃないの。教養がないのはこの二人の方だろう。いまだに笑っている二人を一別し、千尋はすっと立ち上がった。帰ろう、お母さん。ええ、そうしましょう。私たちはそのまま部屋を出た。あ、さとこさん、千尋さん。すると西野さんと亮太くんが追いかけてきた。本当にすみませんでした。外に出たところで亮太くんが深く頭を下げた。初対面なのに両親が申し訳ない。あの二人は昔から人を見下してばかりで、俺の力では止められません。俺の声なんて二人に届かないんです。だから両親の暴言を止められずにうつむいていたらしい。あの二人がいる限り俺は結婚をすることはできないでしょうね。そう自嘲気味に笑う亮太くん。嫌な思いをさせて申し訳ありませんでした。先に話しておくべきでした。本当に彼は優しい性格なのですが、そのご両親が。西野さんも申し訳なさそうに話す。こちらの話を全く聞かないタイプでして、あの二人のせいで彼にも人が近づかなくなりました。亮太くんもあの二人の被害者なのは分かった。そしてその現状に彼自身が諦めてしまってるようだ。自立しないのですか？そんな彼に千尋がそう尋ねた。もういい大人なんだから、親の言うことばかり聞いてないで、手の届かないところに逃げちゃえばいいのよ。逃げちゃえば？そう、自分の人生は自分だけのもの、親のものではないわ。親を敬うのも捨てるのも自分自身なんだから。亮太くんは驚いたように千尋を見つめている。今までそんなこと考えたこともなかったのだろう。一種の洗脳状態だったのかもしれない。千尋、それくらいにしなさい。でも、いろんな家庭に事情があるのだから、滅多なことを言うものではないわ。そうね、わかったわ。そう悟せば、まだ何か言いたげだったが、
千尋は仕方ないとうなずいてくれた。でもね、亮太くん。はい。千尋の意見にも一理あるわ。そうですね。千尋の言葉に理解を示すと、彼も何か引っかかるものがあったらしい。後悔しないようにしっかりと話し合ってみては。後悔しないように。はい。亮太くんは何かを決意したようにうなずいた。今日呼び出したということは見合いの件だろう。どうだった？そうね、私は千尋と別れてすぐ父に今回の見合いのことを報告することにした。亮太くんは優しそうな印象を受けたわ。西野の話だと仕事も真面目でいわゆるエリートらしいからな。ただ問題はご両親ね。ん？母子家庭は貧乏で教養がないそうよ。なんだと？私は塩谷夫婦に言われたことをすべて父に話した。すると父は怒りで顔を真っ赤にした。大事な娘と孫がバカにされただと？ふざけるな。絶対に許さんぞ。それで千尋は口座を解約するそうよ。私も塩谷夫婦のような考えを持っている人間とはこれから関わりたくない。私も口座を解約するぞ。そう言うと父は電話をかける。どうやらすぐに口座解約をするようだ。もしもし、溝口さと子です。そちらの口座を解約したいのだけど。私もそれに習い自分の口座を解約した。そして他行に口座を移したのだった。この行動により塩谷夫妻の転落人生が始まった。え、3人とも口座を解約するんですか？私と千尋、それから父の剛の3人が口座を解約し、他行に移すために行動すると銀行中がパニックになった。そして私たちはわざわざ頭取がいるだろう本店で手続きを行う。あの、はい。なぜ口座の解約をするのかお伺いしても、それも3人同時だなんて。恐る恐る聞いてくる銀行員に私は笑顔を向けた。そちらの頭取の塩谷氏に私どもとは縁をつなぎたくないと言われまして、その通りにしに来ただけですわ。頭取が？あの人はなんてことを。すぐに頭取を呼んでこい。それから数分後には事情を聞いたらしい栄一が奥から転がるように出てきた。お待たせしまし、は？栄一は目を丸くして私たち3人を見ていた。先日はお世話になりました。私はそう言いながら頭を下げる。先日お話しさせていただいた通り口座の解約しに参りました。そんな私に続いて千尋がそう言う。人を見下すような人間がトップの銀行なぞ信用ならない。佐藤グループすべてでそちらとの契約を白紙にさせていただく。佐藤グループ、そんな方がなぜ一緒に？佐藤子は私の娘で千尋は孫だ。そんな。さて、なぜ銀行中がパニックになっているかというと、私たちに莫大な資産があるからだ。さ、口座の解約を。母子家庭の私の口座はいくらでしたか？100億。まず千尋はこの銀行に100億もの金を預けていた。その事実に栄一は驚愕で固まっている。そして私と剛もそれぞれ多くの資産があった。剛は佐藤グループという財閥の総帥だった。私はそのうちのアパレル会社を、千尋は雑貨の会社をそれぞれ任されていた。私自身は一線を退き田舎で隠居生活をしているが、大株主であり役員であることは変わっていない。
佐藤グループの資産が動く。それが何を意味するか分かっていますよね。グループ全体の資産を動かすというのは、たとえメガバンクといえども存続の危機となるのだった。それではうちの銀行は。栄一は真っ青な顔をしている。そんな彼の様子を他の銀行員がひそひそと話しながら見ていた。申し訳ありませんでした。栄一はすぐに土下座をしてきた。大変申し訳ありませんでした。私の不徳のいたすところでございます。額を床にこすりつけて謝罪する栄一。そんな彼を私たちは冷たく見下ろした。何が悪かったのか分かってるんですか。千尋が冷たく問いかけた。それはそのお客様を見下して。私が佐藤剛の孫で、私個人が100億という資産を持っているから謝っているんですよね。私がただの OL や、それこそあなたの言う汚い職業だったら謝罪していましたか。していませんよね。あなたは分かってなどいません。今銀行の危機だから言っているだけ。千尋の言葉に栄一は言い返せないようだった。あなたは母子家庭だからと見下してきました。あなた方の偏見で。そのシングルマザーに育てられたから貧乏人で教養がない。私はお金に苦労したこともないし、お宅の立派な息子さんと同じ大学を卒業してますけど、それでも教養がないんですかね。それは栄一は顔を上げないままそれしか言えないでいた。父が他界した後、母はこれまで以上に私に愛情を注いでくれた。ここにいる祖父も祖母も一緒です。父はたくさんの愛してくれた思い出を残してくれました。いい両親を持って私は幸せです。あなたたちのような見栄と共栄心ばかりの低俗な人間に育てられなくて本当によかった。栄一はついに何も言えなくなった。千尋、そんな風に思ってくれてたのね。そうだよ、私はお母さんのこともお父さんのことも大好きで尊敬してるからね。私は感極まって涙を流し千尋の肩を抱く。千尋はそんな私を笑顔で受け止めてくれた。偏見で人を見下すような人間がトップでは、銀行員の皆さんもやりにくかろう。塩谷氏が頭取から退き銀行から去るというのなら、私たちも考え直す。どうだね。父が威厳たっぷりに見ている銀行員たちを見た。するとどこからともなく拍手が湧き上がってくるのだった。それにあっけに取られているのは栄一だけだった。実はあれから責任を感じてくれた西野さんがいろいろ調べてくれた。実は塩谷氏はそのワンマンな経営でよく思われていないようなんです。経営の専務も皆無で不良債権が多く、現状回収できない状態になっています。そうですか、ご協力ありがとうございます。いえ、今回の件は私に責任がありますから。まったく、お前を信用して仲人を頼んだというのに。すみません。どうせお父さんが千尋にふさわしい相手を早く見つけてこいってせっついたんでしょ。こんな短期間で情報が集められるなら西野さんだって優秀な方なんでしょうし。ありがとうございます。そこからは早かった。塩谷栄一は特別背任罪で逮捕され、頭取の座から退くことになった。これからあの銀行は大変だろう。だがここからは私が手を出せることではない。父は銀行のそんな状態を危惧していたが、そう言って静観していた。しかし今回の事件で思わぬ形で良い結果となり、ほっとしていたのだった。そうですね、
ここからはあなたの出番ではありませんね。そうだな。それにしてもあなたは西野さんにすぐに無茶ぶりして、それで余計なことをすぐ起こすんだから。うすまない。今回はまだいいですが、母はやはり強い。あの父がすっかり恐縮している。そんな姿に私は笑ってしまった。そんな騒動からしばらく経った週末、私はいつものように保護猫のボランティアに参加していた。あ、さとこさん。あら、りょうたくん。イベントの最中、騒動の中、全く姿を見せなかったりょうたくんと出会った。りょうたくんも思いがけなかったらしく、とても驚いた様子だった。俺、あのお見合いの後、すぐに両親と話し合おうとして。で、やっぱり俺のことを無視してきたので、両親と縁を切って仕事を辞めました。それで、この地に引っ越してきたんです。イベントが終わって、私たちは近くの喫茶店でお茶をすることになった。そこで、りょうたくんの話を聞いている。まさか、さとこさんがいるとは思ってもみませんでした。不思議なご縁もあるのね。優しく笑うりょうたくんに、私も微笑む。俺、本当は動物が好きで、ずっと猫を飼いたかったんです。あら、そうなの。でも、両親は家が汚れるのを嫌がって、許してくれませんでした。塩や夫妻は偏見もあるし、潔癖なところも少し垣間見えた。猛反対されていたのだろう。今はまだ保護猫活動に関われるだけでいいんです。もう少し生活が落ち着いたら一緒に暮らしたいんです。とてもいい考えだと思うわ。ああ、そうだ。今度うちの猫を見にいらっしゃい。先輩としていろいろ教えることもできると思うし。本当ですか。ぜひ。本当に嬉しそうに笑った涼太くんが真剣な顔をした。あの時、さとこさんと千尋さんの言葉が背中を押してくれました。本当に感謝してもしきれないです。そんな、いいのよ。今はどう？こんなに毎日が楽しいって思えるなんて幸せだと思っています。お見合いの時とは違い、生き生きとした表情を見せる涼太くんに私もほっとした。実は彼のことはずっと気になっていた。あの時ちょっと言い過ぎちゃったんだけど、どうしてるかな？そうね、あの騒動の中でも全然姿を見なかったし、西野さんも仕事を辞めてしまった後のことはわからないって言ってたものね。先日千尋とそう話したばかりだ。ねえ、りょうたくん。はい。きっと千尋もあなたのことを気にしていると思うの。だから連絡してもいいかしら？そう聞くと、りょうたくんは少し驚き、顔をあからめた。あらあら、すみません。実は、堂々とした姿に一目惚れして、その後の言葉に。そうだったの。若いゆえの甘酸っぱい青春に、思わず笑いがこみ上げた。もしかしたら、猫がつなぐ縁もあるかもしれないわね。そう考え、私は一人微笑んだ。それから千尋と涼太くんは今では LINE でのやり取りを行っているらしい。千尋も私と共に白玉とおこげと生活していたため猫好きだ。猫たちに会いに来ると言いながら涼太くんとも会っているらしい。お母さん、来たよ。はいはい、いらっしゃい。白玉、おこげ、来たよ。あ、お母さん。何？今日、りょうたくんも来たいって。あら、もちろんいいわよ。今日はうちに両方が来るようだ。しばらくして来たりょうたくんに、猫たちもすっかり慣れていて出迎える。実は、近々保護猫を迎えようと準備をしているんです。いよいよ。
今見せますね。涼太くんのスマホを覗くと、白地に茶色の半の子猫が写っていた。この子、俺が見つけて運命だと思ってお迎えすることにしました。ええ、名前は決まってるの？あ、はい、みたらしにしました。なんだか涼太くんの名付けのセンスに近いものを感じるわね。なんだか親近感を感じるわ。一方で涼太くんの両親は、今どこで何をしているのか誰にも知られていなかった。さまざまな情報が集まる父のもとにも、西野さんの情報網でも何の情報もないようだ。あんな性格でも一応は頭取まで上り詰めた人なのにね。そうね、頭取として上り詰めた人が転落するのは一瞬であり、その後再度這い上がるのは難しいことなのだな。俺の方にも連絡は来てないですね。まあ連絡が来ても無視するつもりですけど。ふふ、やっぱり。え？あの時あなたは自分の意思で私たちを追いかけてちゃんと謝ってくれたでしょ？え？あ、まあ。だから本当は自分の意思がちゃんとある人なのにもったいないと思って言い過ぎちゃったの。でもやっぱりあなたは自分のことをちゃんと決められる人なんだと思って。笑いながら言う千尋に、涼太くんは照れたように笑う。そんな様子を見守りながら猫たちを撫でた。それから涼太くんは無事にみたらしちゃんを引き取ったらしい。みたらしちゃんが慣れた頃に引き合わせてくれた。まあかわいい。ありがとうございます。みたらしちゃんは初めて見る私に警戒をしていた。そんな私の後ろからそっと顔を出すおこげと白玉。あ、おこげがみたらしちゃんに近寄り、スンスンと匂いを嗅いだ後、2匹は連れ立って駆け出した。そんな2匹の後をゆっくりと追いかける白玉。仲良くなれそうかな？きっと大丈夫。何かあれば白玉がおこげを止めてくれるわ。そうだね。猫たちの様子に私たちは私たちでお茶を飲むことにした。少しして様子を見に行くと、3匹は一緒に丸まって寝ており、その姿にとても癒された。それ以降、涼太くんは家に来るときにはみたらしちゃんを連れてくるようになった。さとこさん家に行くって言うと、みたらしが自分からケースに入るんですよ。あらあら、すっかりみたらしちゃんはうちの猫たちの妹ポジションになった。そしてそんな3匹に癒されたいと、千尋もよくうちに帰ってくる。自然と千尋と涼太くんはうちで会うようになっていた。それからしばらくして2人は正式に付き合うことにしたそうだ。休日にお互いの家を行き来し、順調に交際も続いているようだ。みたらしちゃんも千尋には懐いているらしい。ちなみにみたらしちゃんはうちの猫たちとも仲良しだ。結果的に父の望んだ結果になった。私は夫の仏壇に手を合わせる。隣には2匹の猫。千尋がね、いい両親を持って幸せだって言ってくれたのよ。そう夫に報告して笑う。今度はどんないい報告を聞けるかしらね。あなたも楽しみでしょ。私の言葉に2匹の猫が泣いた。それから数年して、千尋と涼太くんは無事に結婚した。2人のもとにはすぐに赤ちゃんが宿り、父もひ孫だと今から楽しみにしている。もちろん私も初孫が楽しみだ。この子にはね、お父さんとお母さんがくれたみたいにたくさん愛情をかけるつもりだよ。ええ、そうしなさい。そこからさらにしばらくすると、可愛い女の子が生まれた。千尋のサポートのために行くと、ニコニコと可愛らしい笑顔で出迎えてくれて、本当に可愛い。みたらしったらね、もうすっかりお姉ちゃん気取りなのよ。あらあら、うちでは妹だったのにね。だからかもね、この子が泣くとすっ飛んでくるのよ。
幸せそうに笑う娘の姿に本当に良かったと思う。生まれなんて関係ない、母子家庭だからとか片親だからとかと言って偏見の目で見てしまうと取り返しのつかないことになってしまうこともある。それを忘れずに今日も猫たちと穏やかな日々を過ごしている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。